ちょっと待ってね。結構ハウル、スピーカー同士の問題か。あ、違うな。これモノですか？モノだったら話しちゃえばいいんだけど、ステレオだとあんまり話すよね。はい、マイクの方どうでしょうか？チェック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 、聞こえてますか？聞こえてますか？視聴者の皆様聞こえてますか？ OK で、あのハウリングとか、ハウリングとかないですか？大丈夫ですか？はい、3たす5は、3たす5は皆さん8、あ、じゃあ大丈夫ですね。ちょっと考えてる人あれ9っていうのがいますよ。8、マンモス半田さんで、そうなんですよ。実際今拍手を要請するため3たす5って入れたわけですね。はい、皆さんお待たせいたしました。ただいまよりニコニコプロレスチャンネル、アイスリボン横浜リボン2014-5、こちらの生中継をお届けしたいと思います。今ね、画面の方ではあの試合前の、これプロレスサークルメンバーによる公開練習&エキシビション、がね、これ今から繰り広げられるということで、はい、我々も実はこれあのラジアントホールの外にいるんですよね。はい、あの中でやるとね、音を拾っちゃいけない音を拾う。そうで、我々の声が聞こえてしまうので、そうそうそう、はい、ですので我々こう外にね、はい、隔離されてるわけですね、これね。モニター通してなんで、はい、意外とこれ多分、今教えてるのが、今ジャージを着てる背中が多分鳴宮真希選手で、はい、彼女が今このプロレスサークルは中心になって指導してる。そう、なるほど。これ公開することって今まであったんですか？いや、過去にもあるにはありますね。あとその去年 も12月に1回そこのプロレスサークルのメンバーで一回大会を道場で行ってます、ね。なるほどなるほど、はい、はい、そういったね、試みが、今行われているわけですが、本日のアイスリボン横浜、ラジアントホール大会、実況は鈴木健、そして解説はこの方、皆さんご存知、須山弘次さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、トイストイストイスと、5月以来ですね。あの、あ、5月かアイスリボン、あれは、もう遠い過去の、5月早いですね。いや、世の中早いですね。その後あれ一回やった、あのセラリボンっていうの、セラリボンは、生じゃないの、生じゃなかったですね。はい、あの横浜ラジアントホールでやるのは5月だから、6、7、8、9、10、11、もう半年。須山さん、やり残したことないですか、今年。大丈夫ですか？いっぱいありますよ。いっぱいありますよね。山ほどありますよ。大丈夫なんでしょうか、我々こんなところでうつつを抜かしてて。うつつとか、これも仕事だからね。あ、まあ、そうですけどね。はい、はい、そんなお二人で、はい、今日はね、皆様にお届けいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。まあ、今こうやって割とあの体操っぽいことやってますけど。体操ですね、明らかにね、これね。あのこれなんか男子と女子でも、はい、とか国によって微妙に基本練習って違うらしいんです。ああ、そうでしょうね。例えばあの今前転ってあったじゃないですか、体操の、はい、あれとかなんかアメリカではあんまりやらない場合があるって聞いてますね。あのメキシコのルチャスクールでも全然日本と違うことをやるっていうのも、ね、よく聞きますけどもね。はい、ルチャスクールの方がもうちょっと体操っぽい練習が多くなるみたいな。なるほどなるほど。これあの現場の音はまだ流れてない、まだ流れてない。我々のあのダブリだけですね。はい、あ、ちょっとやっぱり今ハウリングが、はい、ちょっとまずいですねこれ。なんて言っても、あ、そうか、我々の声がここから出てしまうからですね。我々の前にモニター用のスピーカーがあるんですけど、これの関係でちょっと、はい、はい、なかなかこう初めてモニター用のスピーカーがついたんで。あれ、前回は、前回なかった、なかったんでしたっけ。だからマイクの声が聞こえなくて。よくやりましたね、今考えてみると。よくそんないい加減な環境で出会った会場内の音を聞かないで我々やりましたっけ。そうで、あとあの選手があの喋りで、なんでお客さんが受けてるのかよく分からずに。そう、あのマタロウとね、牛木さんが挙げられて祝福されてるの、はい、我々全然聞こえないで。そうなんです、実況してましたからね、はい、あれね。まあそんなマタロウさんも先日ね、はい、人の親になりましたね。人の親になりましたね。女の子らしくて。女の子で。名前聞きました？名前、僕がつけてやるってあの、はい、ツイッターで返信したら、その後なしの続きですね。つけるとしたら何にしてました？いや、いっぱい考えますよ。10ぐらい考えて。例えば。キャサリンとかさ。
キャサリンで、ビクトリアとか、あのマタコがやっぱ多いですね。皆さん聞いたところ、マタコはダメでしょ。マタから生まれたマタコみたいな感じでいいんじゃないかなと。マタコはダメでしょ。ダメですかね。マタコはダメでしょ、はい、ということで、このね、プロレスサークル、公開練習を見つつ、はい、マタロウさんの、お子様、あの女の子でございます、はい、の、名前をちょっと皆さんで募集したいと思います。はい、はい、まあ、大体受け狙いでね、本当にいい名前は出てこないんだけどね、こういう時は。そうですけどね、あれ、マタロウ氏って、あの本当の名字公開してましたっけ？してますよ。いや公開も何も、あんなもただのサラリーマンだから、ね、別に鈴木って面白くもなく、あんたと同じじゃないですか。そうなんです、親戚なんです。はい、皆さん、鈴木です。あの、生まれてきたお子様の名字は鈴木でございます。はい、はい、鈴木な、何がいいですかね、下は。鈴木、大岡じゃないですか。大岡じゃない。鈴木、いやいや、女性です、女性、あ、女の子です。女の子です、はい、無料ではね、第3試合のゴングまで見れます、ね、なるほどなるほど。試合開始の鈴木美香とかどうか。鈴木美香って名前聞いたことない。鈴木美香って昔前場に、ああ、はいはい、南鈴香さんのこと、はいはい、鈴木一子、うーん、鈴木美濃子、なんかあ、これ鈴木美濃さんから来てんのね。ファング鈴木、懐かしいですね。あ、ファング鈴木ね、なるほどね。鈴木マタコ、まあ、やっぱりなんか思いつきで書くと大ヒットっていうのはなかなか出てこないですね。そうですね、うん、鈴木美里とかどうです、まあ、美里、うん、は美しい、ことぶ、うん、こと、うちは美しいに、故郷の郷、美里、里芋の里、普通の里村芽衣子の里です、ね、里村さ、まあまあ、あ、美しいより、あ、美しいがいいかな、はい、まあまあ、やっぱり、ね、当たり障りのないね、あれが、お、今、今、木月葵選手から、はい、ここにね、はい、現物を持ってきてくれたんですけど、本人からですか、これ、着エロビデオですね、木月葵選手が出した。いや、そこまでの名目になるんですかね。これ着エロでしょ、だって着エロって、DVD じゃない、 いや DVD 屋に行けばたまには着エロのコーナーに置いてあるんだから。着エロとそもそもイメージ DVD の差が自分分かんないんですけど、いや、もう今イメージ DVD は全部着エロです。お二方、そんなことは言い争わないでください、はい、生ですから。これいつ出した？11月28日発売でございますね、はい、木月葵さんのビデオ DVD が、これが今日、この売店で今日は買えるんですよ。発売前に買えると、はい、じゃあ今からラジアントに来ればこれ買えるわけですね。買えるですね。なるほど、はい、視聴者の皆さんも今からラジアントホール来れば木月葵さんの28日にリリースの DVD が、それに先行して買えるということで。しかもその隣で、はい、全然体型の違う藤本司選手も同じように DVD を売ってるんですよ。それもすでに出てるやつですよね。いろんなニーズの体型の女性のニーズに応じてる、はい、しかもその真ん中に私もイメージ DVD を売ってるというイメージ DVD が連なってると。連なっております。なるほど。じゃあ好みの体型のものを変えると、はい、そうですね、いろいろ見て回っていただけたらなと思います。はい、発売元はあの女子プロの DVD は大体ここから出てるグラッソですね。そうです、そうです。グラッソ、グラッソ、まあ、ほぼグラッソですね。なるほど。で来月確かですね、あのフリーの加藤遥選手がなんか出すらしいんですけど、はい、そんな情報、そんな情報をすごいチェックしてるから、発売状況とか全部チェックしてるから。 ありがとうございます、これこちらの方、はい、今日ね買えるんですけど、はいはい、加藤遥さんはグラッソではなかったです。あ、そうですか、はい、はい、そんな白井美穂姉さんからのインフォメーションでした。ありがとうございました、はい、失礼しました。はい、そうなんです、28日にあの今の DVD が出てですね、はい、あのすでにあのシュープロの佐藤編集長があの中身はエロいのどうなのって聞いてきたってそこかよっていう気がしたんですけどね。これ今こっち流れてるからどうなんだ、僕らの声は生きてんですか。これは見せた方がいいですね、これはね、見ていただいた方がいいですね、はい、はい、これまでの流れですね。そうです、これは今週の土曜日だったかな、多分。要するに秋葉しおり選手と宮城もち選手が怪我をして、はい、ちょっと欠員が出たので、はい、急遽まずくるみ選手が張り張ります。はい、入ったことから、はい、ではもちの代わりにくるみ、優雅選手も、優雅選手、まあ、この2人が欠員ですね。要は一方だけ出されるとそれがハンデになってなんか情けをかけられたようになってしまうから、まあ、私も出るよと。意地です、意地ですね、プロレスラー意地張りますよね。さん、あの余分な意地を。そうですね。さあ、でこれが第1試合ですけれども。あ、今いらっしゃったミオ姉さんが。はい。ユウカ選手、ことぶきゆり選手と組んで、ふみ
こう見たキュウリと、はい、大体みんな去年から今年にかけてて、そうですね、ミオ選手と組むのは比較的出来がいい方で、はあ、じゃあ優香選手と寿選手は比較的出来がいい、大学に回った選手は、はい、まあ、勝つとニュースになるような感じで、勝っただけでニュースになるようなお三方だと、はい、なるほど、ここがポイントですね。そうですね。で、ミオ姉さんだけが2カウントで負けてしまうということ、ここのところアイスではその2カウントホールドです。なるほど、はい、そして本日デビュー戦を迎えますこの方ですね、ユキカクサルト、トライリンガル、トライリンガルとも世界、はい、日本語も含めて4カ国語です、はい、頭の中どういう行動をしたの、ね、いや羨ましいですね。最初で最後の中川智香選手が、はい、まあ、タクですけどデビュー戦の相手を務めると。なるほど、ユキカッコ仮なんで本日正式なリングネームが発表されるんですね、はい、なんでしょうかね、そんなに変わった名前じゃないと思いますけど、で、トライアングルリボン、まあ、いわゆるスリーウェイのタイトルマッチで、今新田猫選手がチャンピオンなんですが、はい、それに松本美和子選手と長子龍選手、長子選手はなぜ挑戦するんですか。長子選手はね、実はアイスのタッグのタイトルを取ってますね、はい、まあ、たまたまあのカード決める日に行ったたまたまいるもんなんですか、そうね、たまたま保険の勧誘に来てたんですよ。あ、なるほど、はい、で、はい、くるみ選手と優香選手は、まあ、ミドルピン対決ですね、はい、これかなり体格差ありますけどもね、そうですね、さあそして、こちらセミファイナルですかね、はい、ですね、引退を発表したナイトメアリ選手が、はい、まあ、ずっとタッグを組んできたチェリー選手と、まあ、これ多分最後ですね、最後ですね、タッグ対決勝負、これで勝てば、初めてのベルトダッシュということになります ね、内藤選手は、まあ、スタッフの方もちょっと今微妙な時期なんでね、ほうほうほう、はい、まあ、これはあの試合の時、はい、いやー、ちょっと頑張ってほしいですよ、宮根さんね、本当に。さあ、そしてメインが、はい、今回ですけども、まあ、キツキ選手というのはアイスリボンで一番キャリアが長いんですが、はい、実は一回もそのシングルの、はい、ベルトを取ったことがないんです、ね、タッグだけというね、いらっしゃったり、まあ、マイペースの人なんだけど、いろんなことがたくさんあったんですけれども、はい、私はまだシングルのベルトを巻いたことがありまして、藤本選手的にはかなり嫌な、すぐに選手から持ってた選手に挑戦して、しかもね、こうやって DVD が出るということで気持ちも乗ってるでしょうからね、 DVD 発売記念でベルト出しできるかどうかと、負けた後諦めていた部分もあったんです、正直。でも何度か挑戦してるけど、全部終わった後に、最後が志田選手がチャンピオンで後楽園で、9月、藤本と挑戦、志田選手が筑紫選手に頑張って、これが3回目だったんですね、本当に勝って、そこで挑戦を、これは前哨戦でね、これ、タッグマッチで直接コールを出して、はい、横浜ラジアンとは月があると、はい、いうことになりますよね。彼女にしてみれば、実践した頃に、はい、チャンピオンになったら、そうなりたいな、そっか、好きだけど、今日は葵ちゃんに勝ってほしいっていう声が来てますよ、石山さん。まあ、藤本選手はね、去年の7月から、かなり長期経験なので、1年以上乗ってると、今の女子ではなかなかね、1年以上っていうのはないんで、一時の玉鷲広縛りですよね。いや、本当に。プロレスファンだった頃からの夢、シングルのベルトを取るということ、もう少し私の夢が叶いそうです。夢が叶う瞬間を皆さん見届けてください。期待してます。さあ、本日のメインイベントがこちらですね、はい、いやー、けどなんか今日はコラケホール並みのカードが、ね、どうなってるんですか、これ言った津山さん、いわゆるゲスト選手っていうのは、まあ、チェリーさんと中川選手ぐらいなんですが、はい、もうさらにこれ年末の後楽園も控えてるんですね、うん、そうですよね、はい、12月31日ですよね、大晦日で、まあ、それぞれのカード、それぞれの選手っていうのが、はい、ちょっとこの後を見据えた、はい、るのが割とはっきりした形のカードが、揃ってますからね。なるほど、なるほど、例えばそのトライアングルのチャンピオンの新田猫選手は、はい、あの岐阜大会、はい、地元凱旋試合を控えてますね。これはやっぱベルトを持って帰りたいだろうし、そうですよね、で、まあ、メアリーさん、さっきも言ったけど、まあ、引退する最後の、うん、まあ、なんていうんだろうな、まあ、最後のチャンスですよね、はい、でも一方で、王者チームとしては、はい、引退していく選手に選別代わりにベルトを渡すなんてのは、だってどうせ返上しちゃうんだから、はいはい、引退したら、はい、そんな人にベルトは渡せないっていうのは絶対あると思うし、まあ
まあ、木崎葵選手は木崎葵選手で、まあ、ちょっと今のアイスとは違うものを自分がチャンピオンになったら、うん、こう見せていきたいみたいな。そして どんなものなんですかね。スーパーハッピーって言ってるんですけど、スーパーハッピー多分聞いても分かんないんですよ本人に。スペイン語で言うとこのスペルハッピーです、ね、スペルハッピー、はい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 、ハッピーっつうの なんでしょうね、うん、はい。だからまあそれどういうものか見てみたいような気もするし、はい、まあ、藤本選手は藤本選手でね、やっぱりこう自分でが中心になってこうここまで作り上げてきた形っていうのを壊されたくはないっていう、はい、まあそれはそうですよね。今ライスリボンって言ったらやっぱりほとんどの人がイコール藤本って言ったらなるでしょうからね。象徴にしてチャンピオンですからね、はい、なかなかこういう選手っていないですから、まあ、しかもね8月の後楽園 のダンプ松本さんとやるにあたってね、はい、その団体力っていうのをね、うん、掲げておりましたからね、はい、団体対する思いは藤本選手強いわけでございまして、うん、それを変えると、ね、自分の色に変えるというですね。色に変えるとだちょっと怖い部分もあるんですよ。青井選手ってすっごいマイペースな人だから、はい、あ、はいはい、もうちょっとあの面白いんだけど、うん、トップとして任せるのはちょっと怖いなみたいな、はい、ね、かつて NWA でね、うん、ディック・マードックすごい実力者なんだけど、うん、あいつに NWA のベルトを任せるのはちょっと怖いっていうん で、あの人は結局なかなかチャンスに恵まれなかったんですよね。要はアイスリボンのディック・マードックなわけですね。まあそうですね、ディック・マードック、まあブルーサーブロディとは違うな、ディック・マードックが一番近いんじゃないですか。ディック・マードックだと、わかりました、皆さんディック・マードックだそうです、木月葵選手は、はい。さあ、そんな中、リング上は、公開練習が終了してますね。エキシビジョンもやったみたいですが、はい、エキシビジョンは、ね、来月プロサーサークルがあるので、はい、そこまでのお楽しみということ。あ、なるほど、はい、なるほど。まだお見せすることができない。できない。ましてや無料では。今は言えないと、はい。今は言えない。今は言えないわけです、はい。いつ言うんだってやつですけども。さあ、そんな中、そろそろ大試合がじゃあ始まるっていうことですね。いやけど須山さん、今日もラジアントホール満員ですね。アイスのラジアントホールと本当に入るんですよね。あ、だから、まあ、アイスって結局あの道場が埼玉じゃないですか、はい、だから、まあ、あの京浜東北線で1本だって言えば1本なんですけど、はい、あのまあ、なかなかやっぱり横浜とかもっと言うと横浜より先の人は、ええ、そうそうやっぱ道場マッチって来れないと思うんですよ ね、そうでしょうね。だから逆に横浜まで来た時には、あ、なるほど、なるほど、まあ、どちらかというとその都内でもまあ横浜寄りの人とか、うんうんうん、横浜より先に住んでる神奈川県の方とかは一気に集まってくるっていう。なるほど、なるほど、うん、まあ、今年入って5回目ですね、横浜リブンね、はい、もう定着しましたね本当にね。まあ、今回はね非常にこうテーマもはっきりした、はい、効果、まあ、やっぱあといいなと思うのはメインのカードが全部やっぱりほぼ純潔、うん、まあ、セミにチェリーさん出てますけど、はい、まあ、この辺はやっぱ団体力だと思うんですよ。まあ、そうですよね、この規模の会場であればゲストを呼べばね、はい、それは埋まりますよ、400人ぐらいで、はい、ゲストの呼び方とかカードとか、はい、でもあくまでやっぱりこうやって、中心のカードは、純潔とかレギュラーで固めてるっていうのは、うん、まあ、あの調子がいいってことですね。それとお客さんが来るってこと、ね、まあね、ニコプロ的にもね、5月のこのアイスリボン横浜大会の視聴者数が最高を記録したということで、はい、うん、あれはもう須山さんが解説やったからですね。いや、そんなわけはないです。須山さんみんなだって見てる人は全員や見てみたら俺がやってたっていうそういうもんでしょ。だいたいそんなことはないと思いますよ。一応だいたいそういうもんでしょ。事前予告してるんだからそんなことはないですよ。はい、まあ、それぐらいね、はい、人気があるということで、まあ、だから会場に足を運ばれてない方も注目度が高いという、ね、はい、ことですよね。なんか音が鳴ってきてますけど。そうです。さあ、場内から音が鳴ってますが、我々はそれが何やってるのか全然聞こえないという、はい、下手な音が鳴るとね、すぐ切らなきゃいけないっていう ね、僕そんな数字持ってないですよ。自分の番組はそんなにあのアクセス多くないんで。いやいや、数字持ってますよ。持ってないですよ。数字持ってんだ、ミオ姉さんとかね、はい、ああいうのは数字持ってるって言うんですけど。さあ、もうそろそろでね、横浜53分、あと7分か、はい、あと7分我々にヨモヤモ話をすると。じゃあもう一回元に戻りますかね、マタロさんの。マタロさん、あとプロさんの話を、ね、ああ、どうぞどうぞ、はい、今ね、よく聞かれるんですよ、はい、まあ、結構こう雑誌とか見てると、はい、女子プロっていろんな団体で結構新人がデビューすると、ただ今別にその地上波でも放送してないし、そんなにどっかんどっかん人気が出てるわけでもないのに、うん、なんで女子プロって結構そのデビューする団体にああやって結構毎年毎年、いや、そうですよね、しかも若い子が結構デビューする。そうですよね。なんでかっていうといくつか答えはあるんですけど、はい、一つは、うん、まあ、やっぱりこうやってアイス今やってたような
団体の道場を使ったプロレス教室をやってる団体、はい、例えばアイスリボンそうだし、JWP もそうですね、うん、あと今ガトーノブも始めてセンターガールズもやってるのかな、まあそういう地道な活動、はい、まあ、あとはやっぱスカウト活動的なもの、あと、まあ、そういう芸能に絡めたものとかいろんなやっぱりこう人材をその引っ張るための、手段なんだけど、まあ、その中でもやっぱり非常に地道なのはこう定期的な、はい、やっぱり道場を使ったプロレス教室、これやっぱ道場がある団体ならではの強みですね。そうですね、はい、いや粒の数でいうと男子よりも女子の方が僕は入ってきてるんじゃないかなと思って。そうですよね、数自体は、あの1団体あたりにデビューする数とか比べると男子よりは多分その少なくとも例えば週プロのレギュラーで、はい、掲載されているような団体に関しては女子の方が多い、まあ、ちょっと正直確かにそのデビューの資金が昔に比べると下がったってのはあります、はあはあ、まずはデビューさせてみて、まあ、その頃ペースでちょっとやらせて続かなきゃ続かないでしょうがないけど、うんうんうん、まずは入り口を広げようっていう方向性の団体がちょっと増えてきてますから、うん、特にやっぱこのアイスリボンとスターダムに関しては本当になんで入ってくるんだろうっていうね、うん、思いますよ ね、 ですね。スターダムに関してはやっぱりスカウト活動ですか。ね、初期はスカウト活動だったんですけど、はい、やっぱり今全国割と巡業で回ったりしてるんで、はいはい、今はそんなに昔は例えば風花選手が自分のブログにコメントを入れてきた子に個人的にも返信を返したりして実際会って都内のここであれば、はい、それでこうやってみないってスカウトやったりとか、あと自分の芸能活動の中で知り合った子に声をかけたりとか、だからスターダム2期生ぐらいまで、うん、今でいうとだから北条海里選手あたりまでは、はい、そういう感じのスカウトが割と多かったですけど、うん、今はもう割とごくごく普通の感じで普通に入ってくるようになってますね。いやだから先日ですね、小橋さんの番組の北条海里選手がゲストで出演された時に、はいはい、学生時代ヨット部だったと聞いて、ね、世界大会他の競技である程度やってる人から見てもその女子プロレスがちゃんと魅力的に映るんだなっていうのを再認識してですね、うん、これはやっぱなんかいいことなんじゃないかなと。そうですね、まあ、結局アイドル志望の子なんかが割と入ってきたりとか、東京女子なんかそういう子多いじゃないですか、はい、からなんて言うんだろうな、やっぱなんかね、実は人前に立つっていうことに関しては意外と恵まれてるんですよ。いやそうでしょうね、コンスタントに、うん、そのだって今日だって400人でしょ、はい、アイドルのライブで400人って、はい、なかなか結構なクラスですよ、ですよね、しかも、うん、コンスタントにちゃんとそのステージがありますね、興行があるわけですから、まあ確かに昔に比べれば十分じゃないけれども、はい、真剣に取り組んでいけばそれでこう糧を得て自活していく道もありますから、うん、可能性というのもね。いや本当一時期はね、その女子プロどうなっちゃうんだろうって感じでしたけどね。一時期はね、だから15年ぐらい前、はい、とにかく入門者が少ない、しかも入門してくるの全部20歳過ぎ、はいはい、しかも身長155前後っていう人ばっかりの時期があって、そうそうそう、これが近年は本当に背の高い子も多いし10代の子も多いし、うん、そういう意味ではなんか心強いですね。そうですよね、うん、すみませんご存知かもしれないですけど、仙台ガールズが旗揚げした当初、はいはい、うん、当時新崎さんが社長やったじゃないですか、はいはい、でその練習生募集の広告を出したいんだけども、うん、その広告をシュープロじゃなく陸上競技マガジンとかそういう方向に雑誌に載せたいって言ってたんですね、はいはいはい、要は別の競技から、うん、その引っ張りたいっていうのがあって、はい、この人頭いいなと思ったんですけども、今そういうのやらなくても別の競技からね、ある程度集まってきますからね、うん、からまあどうなんでしょうね、僕は多分例えばオリンピックの選考会が終わった後とか、はい、そういうタイミングとかでなんかちょっとこういろんな競技を攻めてみるのはありかもしれない、うん、柔道にしてもレスリングにしても、うん、選考会から外れても出れないっていう人は一回もうちょっと人生の岐路に立ちますね。そうですね、はい、まあ、そうやってね、こう女子プロも徐々に徐々に盛り返してきて、うん、ね、それがこういう形でね、本日もね、これほどの前のお客さんに、まあ、ドカンとは来てないけど、はい、まあ一時期のね、本当ひたすら毎年毎年下がり続けるっていう状況、2005年ぐらいまでかな、からはやっぱ抜け出しましたよね。いやけど地道にやっていくのが一番ですよ、まあ、地道が一番ですよ、背伸びすることないですよ、人はな、いやまあ当てようとかね、
やっててもね、操作当たるもんじゃないですから。当たらないですからね、宝くじ当たったためじゃないですからね。最高何等当たりました？もう宝くじ買わないし人生であんまり買ってないと。あんまり買ってない。僕一番高くて1000円だったかな。あ、1000円当たった。1000円当たった記憶があるんですけども、あれ、あの何億円なんて当たったことないですからね。当たったら今ここにいないでしょうからね。ここにいないでしょ。はい、それを思ってやっぱり地道が一番ではないかなと。地道が一番です。コツコツ地道が一番です、はい、思うわけでございます。さあ、あと1分ほどで12時になりますので、はい、先ほどからどん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 広告が入ってきていただいてですね、はい、ありがたい話でございます。はい、はい、あ、広告が入ったの？この広告が入るとですね、別に我々に一銭も入るわけじゃないですけども、ニコ生にいくらが入るわけ。そうなんです。で、あの他の番組のところに今こういう番組をやってるよっていうのが行くんで、はいはい、そこからその広告を見た、はい、人たちがおそうかっつって来るっていうのがこれ効果があるんですね。ありがたいですね。でこうお女子プロレスやってるなと思ってこう飛んできたら我々のあのダベリがずっと続いてるという。これね、はい、無人のリングが映ってダメにかいねえ、はい、ニコプロ名物のね、お客様の後頭部見放題の時間が、続いておりますけどもね。これ、アイスはだいたい入場セレモニーがあるので、はい、ここから入場式ですね。そろそろです。入場式の時はあれオリジナル曲だから多分流せるのかな。流せる、流せますよね、あの曲は。お、ああ今お葬式と先ほどこの、ね、はい、我々がいるブースの後ろにはその入場を待つお客様の列が長蛇の列で、もうないね、もう光の速さで入ってきましたね、はい、いや先ほどから、ね、コメントたくさんいただいてて、はい、試合始まる前からもうコメントが510人もあるというどうなってんだってやつですよ ね。来場者数も500超えてますよ須山さん。あ、まだまだ全部4000いくらだったね前回、あれ前回4000じゃあ、まだまだですよ、うん、本日はじゃあ4000超えを目指して4000超え目指して、はい、そんな中くるみってどんな男付き合うのかなというのんきなコメントが、のんきなコメントですねいいっすねこういうのね、はい、キッズってでも今現物にはいないんですよね。もうくるみ選手も中3だから、はい、子供っちゅう子供今実はアイスっていないんですよ。あ、まあそうですね、だからくるみ選手でかいですからね。そうそう、くるみさんはなんかジャイアントくるみとか名前変えた方がいいんじゃないかな。ジャイアントまあまあでもそろそろ僕はひらがなの名前の間はつくし選手もくるみ選手も子役扱いされがちなんで、はい、そろそろなんかいいかな。そうなんですよ、あの見てない人からするとくるみというリングネームからやっぱめっちゃ小学生なんじゃない。そうそうそう、そうなんですよね。で、リホ選手ってそれもあって、ええ、まあここで辞めちゃった選手だけど、ああ漢字に、ね、ええ、漢字に変えたんです。くるみもじゃあ漢字に変えましょう。くるみに一文字ですよね。でも本人はなんかやっぱこだわりがあるんですよ。ああ、アルファベット田尻みたいに。このアルファベットの大文字の並びはね、ちょっともうあんまりかっこよくないから、僕はそう思って今からは。アキラとかタジリとか言いますけど。もうあれだって昔じゃん、名前つけたのが。なるほど。アイスリボン、横浜大会。僕ロリコンより横浜リボン、ワイボン、返信します。藤田君という名前はどうかという名前、あれが出てますけど。さあ、入場式が始まります。これは曲流れてますね。これは違う、こちらを見ないと。こちらを見ないと。なぜか。今回は、若手を集めてのオープニング6人タッグマッチ出場。伊予だけが、スーパーとデマが特別ルール。伊予から勝ち星をファーメル、野望に燃える3人を相手に、教育係としての異次元のサポートができるのか。第1試合、6人タッグマッチ20分一本勝負。試合によ、あの、ゆうた、あの、コトルティー、スタート。クリコ、あの、ブースター、金、さあ第1試合に登場する6人が、リングに登場しております。一人だけ2カウントというか試合のリズム的にどうなるかちょっと楽しみですね。はい、でリオ選手は中川智子が、はい、相手にもっては松本美也子選手負けてるんですよ。相手はデビューだけそっちに負けてしまったと。一緒会社第2試合、中川智子がラストリボン&ユキデビューズタッグマッチ20分一本勝負。中川智子が&クズリバーサスクシ&ユキタッグカリ2週間後に迎えた北根区の地元開催ギフリボン。一度も防衛をしていないチャンピオンで行くのは嫌だと横浜でのトライアングル防衛戦が実現。その対戦相手は過去3度トライアングル王座に輝いている松本美也子、そしてクセモの超雲紫龍。果たしてベルトの行方は。
第3試合トライアングルリボン選手権試合15分一本勝負推薦者超不主流プラサス挑戦者松本健吾プラサス王者ニッタネコ人気の対決は今の時代によるところがあるんで崖の淵田のアイドルが好きなんで完熟コンビの本性あれでちょっと結構精神的なダメージとちょっと内容的にもやっちまったかなのでこれ今日の僕的にはかなり注目されてるんですね。大晦日で引退を表明している内藤メアリー、このプロレス人生で一度もベルトの奪還はなし、残されたわずかな時間で英雄チェリーとのタッグのベルトを狙う。対する横浜の防衛で6度目の防衛を果たしたドットサンプ V7 なるか。セミファイナルインターナショナルリボンタッグ選手権試合20分一本勝負、王者ダレミアナキー&セラリサバーザ挑戦者チェリー&ナイトメアリー。いや今日も髪赤いですね。気合入れて女子の場合ね、やっぱり気合入れた時ってあの髪を美容院で染め直すから T シャツの色すごい気になってますから旗サブレかなって思います。年来てるの T シャツ、年来てるなんとかでもその時点で来年はないっていう、ないんだけど、数ヶ月だけの名前でいいやっていう感じがしますね。ないですよ、そういえば。さあ本日のメインを務める2人でございます。はい、ちょっとギスギスしてますね。それでは今日元気に挨拶してくれる人は誰かな。皆さん、本日は改めましてご来場ありがとうございます。リコーナー側のご視聴の皆様ありがとうございます。今日はですね、超満員札止めすごい、この超満員札止めの中でデビューする選手がいます。ゆき、今日リングネームをこれから発表したいと思います。じゃあ交換をいきますよ。ダラ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 チャンス、ゆきひまや。ゆきひまや、はい、ゆきひまや、ニックネームはゆきでそのままお願いします。では一言皆さんにお願いします。ゆきひまや、もう緊張のピークが来まして、もう楽しみでしょうがないので早く試合したいです。はい、不安もありますが応援していただけたら頑張りますので、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。それでは本日も全6試合張り切ってまいりましょう。頑張るぞー。はい、というわけでございまして、はい、本日デビュー戦でユキ選手、過去旅のリングネームが今発表になりましたね、ユキマヤと、うん、宝塚っぽいので、かなりこう、アイス的には力を入れてる、力入れてる、もう、はい、こちらは地名がついてないです。あユキマヤね、私、完全体の時に、酒井マヤっていう方、一時期いらっしゃいましたけど、最初の方だっていましたね。はい、ユキマヤ、いやけど今、マイクも堂々としてますよね。なんかしっかり、ね、まあ、やっぱりあの OL 経験とかもある方なんで、はい、フェリス女子です。すごいですね、神奈川大学、私神奈川大学卒業なんで、はい、神奈川大学の人間なんかフェリスの人間に話しかけると警察捕まりますからね。警察捕まる、いやー、我々だってフェリス女子入れませんもんね。入れない、入っちゃう、僕らもうフェリスのあたりの駅降りただけで逮捕されてます、逮捕される、何回逮捕歴があるんですか。4回ぐらいあると。さあそんな中、第一試合が始まるわけでございます、はい、さあこれは、まあ要するに新人、今美穂選手が新人の教育係という、はい、試合は白井美穂選手のみ通過を奪われた時点で負けとなる特別ルールとなります。
あの会場アナウンスと審判してというコメントが出るんですけど、我々その会場のアナウンス自体聞こえてないんです実は。なのであの極力あの気をつけるようにはしますけども、本日の放送に関しましてはちょっと被る場面も多々あると思いますのでご了承いただきたいと思います。さあまずは若い方です。ふみこフィチターさんが9人組ですね。はい、久里選手は映画のオーディションがあるので、他の選手と久里選手はいわゆるプロパーシュです。こういちだったかこういちだったかハネタイトル、はい、キューカーブだそうです。キューシンピがフッツはオーケーです。だって別に手がね、しばらく泣きのシンファイターフリーカーニグロさんからミスパイアと名前をつけた。一緒言われ続けてますね、それね。しょうがないですよ、自分でつけて自分で言ってんの。アイスリボンの放送のためにそれ必ず言われますよね、ニグロさんがつけたって。自分でつけたって、ニグロさんがつけたんじゃなくてね。ニグロさんにちなんで。ちなんで。ちなむなってやつですよ。さあ、そして、続いて登場してまいります。白井美代、優香、2組でございます。曲はいいですね、流せるから。ラジアントホールの入り口のドアが開いた一瞬だけ丸々音が聞こえるというとんでもない環境で、無断の防音設備のようにいいですね、ここで防音設備がね、それが我々にとってあだになっているという、はい、コールされました。トムキユリ選手、白い天使、イエーイ。本日2試合となる優香選手、1試合目でございます。同じくアートコーナーフライ級エビリアワールドチャンピオン、ポーシーレイ、シュライエンディー。さあ本日、1人2カウント、うん、2カウント取られたら負けになる方ですね。レフリーも大変だと思うんですよ。あ、そうですよね、1人だけだから、佐藤純一レフリーなかなかあの責任重大ですね。ですよね、佐藤レフリーもね、あの松田さん の, あのお子さんが生まれて泣いてる場合じゃないですよね。大泣きして、もう、まあ、結婚式の時も大変な泣き方だったんですけどね、はい、僕あれ見てひょっとして純一さんってマタロウと何かあったんじゃねえかっていうふうに。いや僕もそう思ったんですけど、違うんですかね、2人できたんじゃないですか。ねえ、ちょっとあったのかなみたいな。さあ、まあ普通にいけばね、青コーナーがまずちょっとやっぱり勝ち目は薄いカードですね、うん。これやっぱりミオ選手を狙った方がいいんですかね、2カウントだけ。それをどう考えるかですよね。どうだろうな、今だと、3カウントのルールだったら多分コトブキ選手を狙う、はい、そうなりますね、確実ですけど、はい、まあ、2カウント、ただ2もそう簡単には取れないですから。そうですよね、このねルールをその押し付けたのが実は藤本司選手ということでね、はい、意外とご立腹してるわけですね、意地が悪い。で土曜日の道場マッチで、はい、筑紫選手がこの文子、藤田、茜、キュウリ3人抜きやったんですよ、2カウントルールで、はい、で、試合時間が短かった、あ、10分1本勝負、はい、で3人目の文子選手に取られちゃったんですね、はい、あから、はい、やっぱり試合展開とか行けば、うん、まあ、取れないことはない、ことはないですね、うん。ミオ選手は、ね、新コスだったそうで、はい、新コスチュームっていうのはね、あの納品がギリギリだとあのちょっとやっぱり、ね、そういうハプニングがあったりするんですよ。だからあのまああれですけど、ぶっちゃけねポロリってのは新コスのお披露目の日に、なるほど、結構あります、ね、実は通常と比べてポロリの可能性が多少、まあ、ただポロリってのはある程度大きい人がなるんで、そうですよね、そうですよね、はい、多分姉さんは大丈夫じゃないか、まあ大丈夫でしょうね、はい、さあ、あえて先発で、先発でいいお姉さんが出るみたいですね、はい、さあそしてじゃんけんの結果、はい、先発が決まりました、キュウリ選手ですね。さあ開始のゴングが鳴りました。第1試合6人宅マッチ20分1本勝負、白井美代、優香、ここ向きを見たい、久美子、藤田、茜、キュウリ組。
通常のルールですが、試合見ようだけ2カウントルールで負ける特別ルールということで、このルールが決定して、はい、決定した以降は、うん、みお姉さんは控え室で相手の3人に対しては冷たくしてるとこういうとこは如実に出ますね。分かりやすくていいですね、はい、そう、あ、そうか、ポロリしたらこれ赤番ですね。赤番っていうのはアカウントがもう その時点でこうシャットダウンされる。あ、そうなの。でも中継も終わっちゃう。中継ができなくなる。これ女子プロの放送っていうのはそういうリスクもあるわけ。リスクありますね。だからポロリだけはちょっと勘弁していただきたいと思います。はい、まだ大試合ですからね。ねえ、はい、無料枠であれやっちゃったらね。まずですね。さあここは捕まりました。3人がかりで白井妙に攻撃。これやっぱなりふり構わず、アイスはダブルって言えば、はい、複数での攻撃も認められますので。そうですか、そうですか、ただ早くもホールに行きますが、これはカウント1で返すということですね。妙、はい、選手ももう2カウントホールマッチを何試合かやってるんで、それはやっぱやっといてよかったですね。そうですね、急にやったらやっぱり次返せないと慣れないと最初は結構思わない相手にコロリと行かれることありますので、まあ、この身を大捨て出しするかに言うか、はい、そして今年の時のドロッピーと口出しでいった3人をまとめて倒す、そして分断してキュウリとのマッチアップ、白井妙対キュウリ、ストーリーにいった、はい、これをワンで返さなければいけない、うん、まあ、彼女もね、なかなかこうデビューするまで時間かかったんですけど、はい、デビュー後はなんか割とその青コーナーの3人の中で一番順調に伸びてますね。なるほどなるほど、はい、まあ、羽も生えてますからね。ですね、なかなかこう苦戦してるのが、一番苦戦してるのが多分この文子選手です。なるほど、今ね、丸め込み狙ったんですが、狙ったんですが読まれていました。器用不器用で言えば、僕近年デビューした選手の中でも屈指のプレーヤーだった。こちらは3カウントです、はい、カウント2で返せば大丈夫ということで、さあここでタッチして優香が出てまいりましたので、これは2人とも3カウントルールでございます。そうです、通常ルールですね、はい、本日2試合目が、ね、控えているということでね。どうですか、アイスリボンの選手の皆さんってこう1日2試合っていうのはこう結構日常的やってるのか。いや、昔はありましたけど、はい、今はそんなにないですね、そのトーナメントとかの時以外は。じゃあそのスタミナ配分とかはあまり、ね、経験はしてないということになりますね。してないですね。そうですね、中野工業とはまた違うもんですから、これ今のも、ええ、多分本来はこういうもんじゃなかったと思うんですね。そうですか、多分背中に乗ってっていうことだったと思うんですけど、はい、この辺が文子選手のある意味怖いものですね。決して計算してつまずいたわけではなかったですね、今のはね。それでも合体プレーになりました。さあ負荷を用意することなく急にタッチ、まあ、女子プロ式のネックブリーカーって言うんですかね、はい、これをスリングブレードっていう人がいるんですけど、はい、多分これナンシー久美さんとかがずっとやってたね、はい、ネックブリーカー、ね、なるほど、ナンシー久美さんスリングブレードって言ってなかったですからね。言ってないですね、絶対言ってないです。そこから腕十字固めに行きます。今なんか最近彼女はこういう関節技を、はい、試合で見せるんですけど、はい、まだまだやっぱりちょっと決まる気がしないですね、見てても。追い込んでるって感じがしない、ね、感じがしないですね。これはキーロックですね。キーロックですね。十字が取れないと見てキーロックにいったんですね。ショートアームシーザースに移行いたしました。さあロープに足を伸ばしブレイクです。ここはキュウリが優香を攻めております、はい。ここではなんか腕を一回取ったんだから、腕でね、はい、続けていくような、なんかそういうインサイドワークが出てくると、首固めからドロップキック。年は学年は一つ違いか同じか、まあ、女子高生対決なんですけど、これも正面からドロップキック、やっぱ当たりは優香選手の方が全然強い、ね、そうですね。ここから中央に持ってきていいボディスラム、あ、ちょっと効いてますね。エルボードロップを落とす、うん、カウント2。さあここはをするか、いや、タッチしましたね。ですね、はい、まだ琴ノ木選手が賞に行ってないんで、この琴ノ木ゆりは今年の6月にデビューしたばかりですね、はい、まあ、デビュー時はね、割とこう変わったのが出てきたんですね、はい、シブロモバイルの、ね、トップになりましたからね、はい、ただまあちょっと試合数が比較的少ないので、はいはい、成長曲線でいうと、ただ、なん
ていうんだろう、まあ、背は高いし、はい、センスはいい方だと思いますね。あの運動能力も。さあ、これあるか。先ほど一度ボディスラム失敗し、もう一回トライしましたが逆に投げられました。カウント2。今のところどうですか、青コーナー側が攻め込んでるようにね。ですね。あ、ケフラドーラ。ほうほうほう、こうした技も使うんですね。長身だからこういう技いいですね。捕まえたはいいけど。レッドリードライブ。はい、おアイスの選手はあれとか片指で押さえるんですよね。まあ、相手がね、うん、跳ね返せないようにきっちり足を持って前助系の選手は大体耐え固め抑え込みですよね。どちらはいいんですかね。どちらとも言えないですよね。ケースバイケースですね。ただやっぱり筋肉だけは片指の方がいいと思いますね、はい、武藤敬司さんとかは本当にもうあの KO と同じという意味で耐え固め、ね、ああなるほど、相手との差を見せつけ、はい、武藤さんは片指に行かないですからね、うん、であの耐え固めであの正面を向いて表情を見せるって、さすが武藤敬司だなと思うんですけどね。片指だと結構ほら下向いちゃうじゃないですか。あですね、顔が見えづらいっていうのがあります。さあこの藤田茜選手はこの6人の中で一番体がでかいんですけど、はい、この人もちょっとやっぱりあの仕事をしながらのプロレス活動なのでちょっと試合数が少ないのでちょっとまだそのこの体の大きさというかね、はい、あのすごいいい体してると思うんです。そうですね、ナチュラルにでかい骨格持ってるんで、これが生かしきれるようななんかこうものをまだ身につけてる途中ですね。テキサスクローバーホールドをねああやってね難なく出すわけですからね、うん、それに対し小峠が得意のドロップキックでやり返し、今はパラパラの踊りをパラパラから、はい、これパラパラせずに行った方が決まりそうな気がするんですけど、ね、パラパラから技に行くって昔あのナツルみたいですね。そうですね、まあ、多分知らないと思う。知らないやつ。あっと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 。どうだ、うん、強引に持ってった。うん、エビ。おお、とっとっと。これ新人同士の試合って怖いですね。これいつ何で決まるか分からない。さあ、パラパラ。これもパラパラですね。これチョークスラムですかね。お、須山さんおっしゃった通り、はい、チョークスラム。うん、ちょっと相手の方が重かったんですよね。カットに入った、間に合った。どうですかね、あの体型で力系の技を使うのは結構自分がしんどいんじゃないかなという ね、 ね。そして白井美桜、さあやはり動きが違います。さらに何ですか、優香を招き入れ合体を、これ戦闘になるんですかね。スパインバスターのように持っていくことによって、うん、そして、うん、蹴りを見舞ったがこれもカウント2。この辺の連携はしっかりしてるぞ、ね、はい、さあこうなってくるとね、あれ、あ、必死に、いや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 、すごいですね今のねやられているにもかかわらずなりふり構わずコーナーに戻ろうとしましたね、うん、タックルリバース、こういうのですね、やっぱり、はい、体を生かした攻撃、ここでタッチです、はい、文子選手クロスボディ、これかわされた、ひたすらクロスボディ、そしてマーヒストラル、オクラホマロール、オクラホマロールですね、カウント1ですね、カウント1です。ちょっとヒヤリ、土曜日にね、はい、勝ってるんでちょっと自信持ってますね。お、なんだ、ドロップキックと今 DDT のようになりましたかね。ええ、あ、けど今のよくカウント1で返しました白井美桜、ね、はい、そしてバックを取るレインメーカー式に、おー、さあどうだ、これもカウント2だ、そしてこれは脇固めですね、グジャラームバーに来ました白井美桜、リング中央、さあギブアップを取れるかどうか。6人だとやっぱりちょっと相手が新人でもね、はい、決まった瞬間にもうギブアップ取るぐらいじゃないとなかなか難しいかもしれないですね。パートナーが相手側をリング下に落として分断はいたしましたが、あまり時間がかかると入ってこられる、自力で脱出いたしました。ん、さあ背後にオブサビオにしてスリーパーですね。そしてあと何、ユーランド、あ、
妖精仕事潰したわけだ。味方ですよ。お味方ですよね。いやでもまあ自分のチームの勝利を最優先したってことで、いいですね。相当入ってますよ、みよねさん。そしてことぶき、ドロップキック。さあ、さらに。ゆうかごを。あ、エルボ。エルボです。さあ、みよさんは。リバースターがドライバー。試合になるな、白井美代。リバースターがドライバー。いくか。これはカット入らないと返せないかな。入りました。間に合いました、カットプレー。しかしまたしてもこれは分断されそうだですね。広いリングでのカットプレーっていうのはあんまりアイスの若い選手は経験してないので。あ、なるほど。今のは2発目をカットいたしました。おお、ここで藤田が持っていた。連携が。そしてそこ、あ、でもこれはスイング DDT。 はい、あ、うまく回りましたね。さあどうだ。あ、おお、すごい反則でカットに入りましたね。なかなか2カウント、あるいは3カウントが入りません。はい、どうだ。栄光のブレンバスター、もう一発。さあ、まあ、3発目っちゃ、ね、はい、スリーアミゴスになった。ここはフィッシャーマンスープレックス、ブレーンバスターホールドのようになりました ね、 今 ね、 ね、はい、しかしカウント1。さあ、フミコ選手がね、ちょっとスタミナないんですよ、この人。なるほど。ここでもう一手攻めれるかどうかですね。確かにこれちょっとぐらついてますからね、攻めていながらぐらついてる。同情マッチとかだったら、ね、はぁはぁ息してるのが聞こえてきますからね。張り手からタイヤミスターがカウント2。ちょっと危ないですね。危ないですね、あの結構今日は頑張ってるんですけど。さあ、インジかわし、これもオクラフマンホール。あー、入ったか、入ったか。ワンワン、ワンカウント1です。惜しかったですね。さあ、もう1点、もう1点、もう1点。カウント 1.9 でしたが、カウンターの延髄が待っていた。あ、これはもうなりふり構わずですね。ゴブリッチで返す。まだブリッチの延髄が残ってた。頑張りますね。あー、失職のか。これは無理でしょう。でもね、はい、ミオ選手にとって土蜘蛛っていうのは、はい、あの同格以上の選手に、はい、から3つ取りに行って技なんで、そうですね、あの普通だとね、はい、今まで多分あの文子選手に土蜘蛛使ったことないと思うんですよ。だからこれはあの文子選手がそんだけ、はい、あの土蜘蛛を出されるまで頑張ったってことですね。まあ、そういうことになりますね、はい、いやしかし1人カウント2で、ね、ホールカウント2で負けになりにもかかわらず、うん、きっちり勝利を挙げましたね、ミオネさんね。おっと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 、これは納得いかないということか。荒れているのはこれはフミコ選手。お、敗れたフミコ。なるほど、うん、2カウント取れば勝ちというルールにもかかわらず勝てなかったことも悔しいですね、これはね。まあ、あとはやっぱそんだけこう期するとかあったんでしょうね、はい、負けて当たり前の選手って、はい、負けるのが当たり前になってきて、負けてもだんだん悔しくなくなってくるんですよ、実は、はい、悔しそうな顔あれはしてんだけど、なんか、ね、本当は悔しくねえんじゃねえのっていうのがだんだん見えてきたりするけど、まあ今日なんかこういう悔しい気持ちがね、はい、なくなったら僕もダメだと思うんで、ね、喉元過ぎるまで終わらせないのを続けることがね、はい、これじゃ終わりにしたんですか。はい、第1試合は白井美代の勝利でございました。いや、第1試合からなんか目まぐるしい、ねね、試合が見られましたね、はい、まあこれあのマッチメイクの妙ですよね、はい、あの普通だとこう勝ち負けの試合にならないか、はい、メンバーを、まあ、ちょっと特殊なルールで、なるほど、緊張感上げる。さあ、続いて第2試合でございます。名古屋友香、ラストリボン&ユキデビュー戦、ユキ改めユキヒマヤ、はい、はい、こちらのデビュー戦になります。まずはこれ福士選手、ユキ選手ユキマヤとすぐ打たれています。お、これは本日デビュー戦ユキヒマヤの花ですね。コスチュームが全然いいですね。
でこの曲が流れるのは最初で最後ですね。ああ、そういうことになりますね。意外と今まで一度もそういうことないね。あれだけ多段階運河でありますね。意外ね、さあ登場してまいります中川智佳。いやー、本当ね、惜しい話なんですけどね、うん、12月4日、小沢アカデミー後楽園大会で国内一体を取るということですね。まあ、できれば来年、はい、春あたりを、はい、まあ、アメリカで、はい、まあ、最後に、まあ、ビッグトーコさんみたいなパターンなんですけど、はい、可能なら2ヶ月ぐらいその間アメリカサーキットしたいっていう気持ちもあるんですね。これをね、三方リンクアナウンサーがコールしたと、ね、なかなかね、味わい深いですよね、はい。2005年に、火炎隊道場でデビューし、キャリアをスタートさせてね、今や本当にね、各、リングで活躍している中川智佳選手、まあ、地味っちゃ地味なタイプゆえにすごいんですよね。すごいアイドル性があるとか、はい、派手な飛び技があるとか、むちゃくちゃ体がでかいだったら可能だけど、はい、彼女みたいに体はそんな大きくないし、はい、そんなに派手ないわゆる当たりが強いとか、ね、そういうもんでもないし、本当に堅実なテクニックで、こうこんだけこう、まあ、フリーとして8年、はい、7、8年こう全うしたわけですから、まあ、そこはやっぱりそのスタートが火炎隊道場というのは良かったかもしれないです ね、 要はトラディショナルスタイルをね、うん、でまあ、非常にこう火炎隊的なスタイルのどうなのかな、一番身につけた女子選手だと思うんですね。まあ、そうでしょうね、うん、その中川と先発は福士、つくしですね、はい、うん、これは初対決だよね。棚あたりやってないでしょうね、うん、大きさはかなり、差がありますが、すぐタッチしましたね。さあ注目、さあ当然これ戦ってる姿は須山さん見たことないですよ ね、 ですね。本日がデビュー戦でございます。雪ひまや、何がどれぐらいまでできるのか、うん、1月9日生まれ、出身地非公開というのね、はい、163センチ53キロ。得意技が何とか当然、ね、デビューしないわけでございます、はい。特技として英会話、韓国語会話、スペイン語会話と4カ国語ですね。会話、まあ、僕の中では韓国語というものは存在しない朝鮮語なんですけど、はい、まあ、ドタピアさんなんです。さあ、ボディスラム受け身はでもすごいちゃんとしてますね。いろんな種類の受け身をちょっと取らせてほしいですね。この辺はね、ボディスラムで投げるあたり、やっぱりその辺がちゃんとこうできてるかどうかっていう査定でもありますよね。そうですね。で、あと投げられ方で大体こうどれくらいちゃんと仕込まれてきてるかっていうのが、足の長さが際立ってますね。ですね。赤崎選手のような体型に近いですよね。ボディスラムで再び投げられた雪ひまや、あけび固め、もしかしたらこういうところで体の柔らかさはどうかなとかね、僕なんか見ちゃいますね。これで体が硬かったらまたの止まりギブアップです。そうですね、体は背中は柔らかいタイプみたいですね。さあ、ロープエスケープ到達いたしました。当然中川智佳重いですから、自分より重いですから、それが腰側に上がりましたが、重心が低いですね。今のところはやられてばかりです、はい、まだ技は出して、これといった技は出してません。技という技は出てないですね。相手の方がやっぱり自分より重い選手ばかりなので、はい、投げ技とかはそう簡単には決まらないと思うんですね。そうでしょうね。できたとしてもボディスラムがいうところという感じ。さあ、リング中央でキャメルクラッチというか、これはフェイスロックになってます。フェイスロックですかね。フェイスロックとキャメルクラッチですね、はい、これも自力で果たして脱出することができるのかどうか。いや、 OL をしながらプロレスサークルに通っていてプロになりたいということで、そのなんでプロを目指しますと言ってからの期間も比較的長く半年近くあったのかな。
あのアイスとしてはかなりじっくり育てたタイプですね、はい、でその俺をや退職してしまったんですよね。そうなんですよ。これかけるということでね、もう専業でやっていくってことですからね。すごいことですよね、うん、覚悟がいると思われます。まあ、あの大卒で数年間 OL をやったってことは、はい、あのまあ、年齢非公開ですけど、まあ、年齢はある程度いってると思うんですよ、はい、いわゆる20代前半ということはないと思いますから、はい、それはやっぱり一大決心ですよね。そうですよね。うん、福士選手は切れてますね。よく2人を串刺しドロップキックで森さん投げるとすごいですね。いやでもこれ小さい選手の見せ場ってこう動きもあるんですけど、はい、こう大きい選手をこうやってちゃんと投げるっていうのは大きな見せ場ですよね。倒れたクルミを踏みつける2人。あのそう、独自の何を狙います？ドアンダロー弓矢固め、まあ、こっちからは見えない。今ちょっと あれやりますけど、足をクロスさせるんですよね、角度のドアンダロー。なるほどなるほど。それでいわゆる作用点を狭くすることで、はい、片足だけ当てることで、はい、よりこう背骨にダメージを。なるほど。物理の授業、物理の授業ですね、はい、あしかしクロスボディをキャッチしましたね。この人はいよいよ持って、いや本当に今近くで見るとでかいんですよ。いや本当ですね、ま、これからまだでかくなりますよね。まだ多分背とかも伸びるかもしれないし。あーすごいですね。いやくるくるくるみが炸裂して、この2人も同じ時期にねずっと練習生と、はい、プロレス教室に通いながらライバル同士って言ってですね、ほぼ同時期にデビューしてますから、はい、あの会場でアンケートを取って、はい、早く500票に行った方がでその時点でデビューできるっていう、そのエキシビションを取って、で筑紫選手が先だったんですよ。あ、あのコメント言いますけどベーダーみたいですね。ですね。あのチョイスする技がベイダーっぽいですよね、確かに。でもあの今女子って前あのシュープロのコラムでも書いたんですけど、あの巨漢タイプがいなくなってるんですよ。あそうですね、みんなねなんかこうほどほどスタイルが良くてみたいな、まあ、くるみ選手なんかこれをなんか貫いてほしいですね。あエビ固めの応酬になっております。これをブリッジで返す、リーバースブリッジからエルボー、エルボーでやり返す、うん、最初で最後ですからね、はい、たっぷり吸い取っていってほしいですが。いやでも、ね、体格差のある中川のエルボー正面から受けてますからね、うん、いやこの彼女はとにかくあのこれ向こう脇は強いですからね。だから体全体で打つから、はい、ちっちゃい体でもあの大きい相手打ち負けないんですよね。あおこれはこれは中川が片膝をついた、これもやっぱりあのエルボーでも手だけで打つ、肩より先だけで打つような選手はやっぱりこの体格差は克服できないけど、崩れた相手の顔面にあのドロップキックを打ち込んでいくってなんか昔の前兆を思い出しますね。あの、ですね、あの思い切りの良さというかね、あしかしこれデッドリードライブ、そして分断に、これはちょっと勝負出るパターン。あこれはくるみ選手の、ああ返しました、まあ、いやいつもやってますからね、はい、さあここで追撃するか、なんだミサイルキックですかね。さあコーナートップに登ります。つくしがミサイルキックだ、ちっちゃいもんで、ね、なんかより高く飛んでるように見えますね。しかしカウント2で返します中川、残り少ない国内の現役生活バタイガー、あージャンピングハイキック、そしてここでタッチだ、はい、たまらずってとこです。はい、さあこれなんかあゴールキック、はい、出しました。あの長い足をうまく使ってますね。そうですね、一発目はちょっと距離誤ったかな。もっと今フィッシャーマンバスターを狙ったんですかね。ですかね。エルボーで行く、エルボーで行く。
ウォークに飛ばすソースがリバースされて、あ、これは同じドロップキックでも重爆だですね、はい、あの中川選手もああいうあのなんか最近になってまたドロップキックよく使うようになったんですけど、真正面から真後ろに倒れるドロップキックってなんか組んでみて、あの体の出来方とか受け身が危ういなと思った選手は打たないらしいんです。なるほど、なるほど。後ろ受け身取ってもうあの脳震盪とか落とされると困る。あ、ノーバーとしてもドロップキック、そしてこちらも2人がかりで中川を攻めます。倒したい、倒した、まあ、やはり今のところ使える技だったらこの辺りになるんですか ね、そしてボディースラムを狙う、男子式ですね、投げた、まあ、よっこらしょって感じだったけど、そうですね、一瞬後ろにねよろめきましたけど、それも片指にいきます、うん、はい、これちゃんとあのフォール行くとき片指に ね、あの行ってるあたりはちゃんとね意識が働いてますね。藤本選手も言ってたんですけど、アイスの新人ってキャラ戦闘の選手とオーソドックスな、はい、あのデビューをさせる選手が2通りいるんですが、はい、彼女は典型的なオーソドックスなデビューのタイプですね。逆に余分なあの基本技以外ここまで多分使ってないですし、そうですね、先ほどからね CRB が決まったんですが、つくしが救出に入ります。しかしピンチには変わらない、フィッシャーマンバスター狙いの首、おっとインサイドクレイドリで、うん、いいタイミングですね、はい、いやこれよくできますね、うん、本当にね、今度はスクールガール、うん、これもカウント2、今度は逆さ押さえ、はい、バックスタイル、あ、でもバックスライド、これは逆に重心が高いと、あ、切られた、ずい切り、お、これはかわした、そしてオクラマロール、あ、これもいい、お、これ丸め込み技よく使いますね、これね、一つ一つが、はい、今のオクラホマロールなんてきっちり抑え込んでましたよね。そうですよね、デビュー戦でこれほど丸め込みを使えるとはね。しかしこれは動きを止められ、お、回転見固め、これを、あ、いいところに少しか飛んできた、そしてくるみをカットする、いや動きですね、つく選手はね、よく見えてますね、うん、チャンスだ、うん、チャンスだ、デビュー戦で勝利を上げることができるか、これデビュー戦で中川智子が勝ったらえらいことになります。えらいことですよ、はい、それは。あ、でもちょっとエルボーの勢いが落ちてますね、スタミナが消耗されてるか、おーっと後ろ回し、はー、今当たったらね、当たれば、はい、ちょっと中川選手も結構気を抜いてたとこだったので、はい、顎とかに入ってたらそれで、うわー、かわした中川もすごかったですね、うん、これを使う選手というのは知らないでやってるわけですからね、なかなかね、さあフィッシャーマンズ、フィッシャーマンズスーペックスホールド、ダメか、おー、肩を上げた、肩を上げました、フィッシャーマンズスーペックスホールド、小林君の必殺技かわいしましたね。あー、これはしかし、あー、うん、あー、いやー、うなれ剛腕出させました。そうですよ、でもうなれ剛腕もやっぱり後ろ組めるこの子絶対取れるっていう選手にしか多分出さないですから、うん、あ、じゃあこの試合の中で、うん、多分デビュー戦の相手に出す試合技ではないと思うんですよ ね、そうですよね、中川選手の中ではこの試合の中で受け身の技術を見抜いて、はい、まあ、これだったら出せると、そうですね、この子なら大丈夫だ、大丈夫だという、大丈夫だと言ってもね、もちろん技が決まれば、うん、まあ、ミッツは取られましたけど、はい、中川選手的にはこれは結構僕は最高級 あのデビュー戦としては合格印を出してくれたんだと思いますよ。さあ中川にキーホールは取られましたが、本日デビューいたしました雪島屋、はい、これでアイスリボンの一員ですね。そうですね、まあ、いろんな意味であの大きな戦力になってくるんじゃないですか、はい、あ、花束ですか、これは。ああ、選手代表して、はい、さりゆく中川とほかにつくしから花束、まあ、最後のアイスリボンですね、ですね、まあ、こうやってね、そのやっぱり伝承というか、うん、残していけるものはね、残していってもらって、特に彼女、中川選手みたいなタイプっていうのは、はい、あのなかなかいないですからね、女子プロレスラーね、うん、だからやっぱそういうエッセンスをあのやっぱなんか感じて自分の中に取り込んで受け継いでってほしいですね。
まあ、そういう意味ではね、本日デビューしてこれからという、選手とそしてサンディエフ選手が交錯した第2試合ということになりますね。はい、第2試合は中川智香の勝利に終わりました。いやでもね、まだ男子ですけど今日なんかみっちり濃いことやってますね。後半もこの後タイトルマッチとシングルマッチですからね。これ我々最後まで声出ますかね。あとこの夜もあるんでしょ。そうですよ、大変だね。せやさんもやりましょうよ、やりましょうよ。しかもあのこの夜全然あのカラーが違いますからね。ここは多分音出てねえな。これは出ないですね。これはダメですよね。松本宮子さんのテーマ曲なんでちょっと我々が代わりに歌いましょうかね、これはね。もっとマッスル酒井の手羽曲で終わりますけどね。聞こえないっつうのってだから聞こえないようにしてるんですから。聞こえないようにしてる。聞こえないっつうのって言われても困りますよ。それは消してるんですから。ここからはここから聞こえます。ここからは大あチョン選手もダメですね。あこれもダメ。はい、じゃこれも我々が歌うしかない。じゃんこれはダメ、歌えないだろう。これ広東語でしょ。ねポリスストーリーか。ランルンストパルシーダンシーサイフルシーチャンソンシーソンシートントンストラシー同じ海底を必死ソンソンサリサイオラザセ。これタモリさんだったらうまく歌えるんでしょうけど ね、 多分 ね、 これね。さあようやく普通にいけるかな。さあチャンピオンが入場してまいりますね。新田猫第3試合トライアングルリボン選手権には15組本勝負チャンピオン新田猫に松本美和子挑戦者そして推薦者という形で勝負し、はい、これは流れてますか。これは流れてます。これはいいんですね。これはオリジナルな、はい、時代かかった曲ですね。推薦者っていうのは基本的にはその時々の、はい、あのナッチメーカーの、はい、推薦者、まあ、昔だと桜井選手、今だと藤本選手です、はい、たまたま松本宮子が新田猫に挑戦を表明した時に会場にいたことによってそうです、保険の勧誘、に来てたチョウンさんがチャレンジャーということで、はい、ただですねこれもしこの試合でチョウン選手がこのベルトを取れば、うん、史上2人目の男子のチャンピオンになるということで。あなるほどね。今のところ過去はですねあのリボン高梨選手しかおりませんのでこのトライアングルリボンは、はい、久しくないですからね。ないですね、はい、史上2人目の男子のチャンピオンになるか。これはいいベルトですね。これは選手がチャンピオンの間は、はい、あの鈴がつくんです。これはいい、もう欲しくなりましたね。ちょっと推薦してもらいたいですよ。ダンシングクイーン松本美和子、本日のチャレンジャーでございます。松本美和子だけのプロレス代表、今あの当たりましたね、紙テープが、ね、これでもうすでにダメージを負っております。推薦者新北京の赤い星チャンそして推薦者としてチャレンジする超運主流第18ラウンド初防衛戦となります。新田猫スリーウェイマッチのルール、一人が誰かに勝った時点で勝敗が決します。そうですね、だからスリーウェイというのは厳密にトリプルスレッドですね。そうですね、はい、あのこれよく混同されるんですけど ね、 ねあの一発で決まるのがトリプルスレッド で、 あの最後の勝ち取りがスリーウェイなんですよ、はい、本当はね。なのであの WWE は必ずトリプルスレッドマッチって言うんですよね。そうですね、はい、スリーウェイの時はスリーウェイって言うし、そうこのチャンピオン新田猫選手、須山さんどのように見てますか。そうですね、この人はずっとあの、まあ、一時期あの今年はあの渋谷修選手に取られてたんですけど、はい、あのここ 1,2 年 の、 あのトライアングルリボン戦線というのは、はい、あのずっと猫選手が中心なんですよね。やっぱチャンピオンの期間も長いし、はい、
で、まあ、やっぱ戦いなら絶対の自信を持ってますね、この試合選手。まあ、なんて言ってもね、5度この、あのベルトを巻いてるということで最多でございます、はい。そしてその現チャンピオンに今飛びかかっていきました松本都、こちら3度このベルトを巻いているということでね、はい、意外 と、まあ、やっぱりあのこうカズマ泥棒のようなこう勝ち方なるほど、そういうあの技術を持っている人が有利だと。そうなんですよ。この試合はこれはまたレフリーを邪魔しましたね。カズマ泥棒というのはカズマコートのような試合になってきました、はい。松本都と張雲霏の間で勝負が決してもこれ決まるわけですね。そうですね、はい、とにかく取った選手がチャンピオンと。さあ猫のような動き、猫です、はい、おっとやっぱり、うん、前の中継の時も言ったかもしれないですけど、はい、僕は猫選手というのは、はい、あのここ10年ぐらいでデビューした女子プロレスの選手の中で も、はい、もう上から5番目に入るぐらいの運動能力とかプロレスセンスの上から5番目に入る。じゃああとの4人は、あと10人ですよ。あとここ10年ですよ。ここ10年で、うん、あと4人ずっと、まあ、白井優とか、夏木選手がだから10年だと入るかどうかってところですけど、それぐらいやっぱり守備の動きができる。そうです。だってやっぱり練習の寮から行けば、彼女は福祉施設で働いてますので、はい、あの毎日毎日そのリングの練習ができるわけではないし、はい、多分そのレスラーになったのもあの年齢的には結構遅いですから、それでこんだけのファイトができてるっていうのはやっぱすごいですよ、この人は。やっぱりあれですかね、こう日々こう猫の動きとか見て研究とかしてるんですかね。研究して、でも猫っぽくない動きもするんですよね。あのケプラーダとか猫やんないでしょ、ああいう。うちの猫ケプラーダやったことないですね、うん、あのクロスオブにはやったことあるんですけど、ね、うちの猫、はい、猫は大体やっても前中ですからね。前中ですよね。横回転ですよね、猫は。横回転エビ固めとかできるかもしれない、うん。ここは松本美和子と張雲霏。顔を踏みつけてますよ。さあこれ松本美和子さんですね。私もあの何度か指摘したんですけど、はい、女子プロ界で一番ブス呼ばわりされる女っていう、いろんな人からこの人は遠慮いさくなくこうあれなんですよね、ブスって言われるんですよね。本人はどう思ってるんですかね。いやブスじゃないもんっていつも言ってますね。鈴木稔選手と試合した時も、はい、鈴木選手が来いよブス来いよブスって言ったら、お客さん聞こえないような声でブスじゃありませんブスじゃありませんってずっと言い返してたらしい。で否定してるってことはやっぱり言われたくないってことですよね。ブスじゃないと思ってます、ね。私一歩を捕まえて振り回しております。これはジャイアントスイングにはならないとは違う。ニャイアントスイングですかね、あと尻尾は痛いんじゃないですか、ね、いや痛いでしょうこれは、ああ分かってしまった。ちょっとこれは油断したか。終わり、もう何が終わるんですか。さあこれはロープ、なんだよ終わりっつか。ワンモアタイムテイク2ですね。テイク2、さあテイク2。バレーやってた割にはバランス感覚悪いですね。悪いですね。あ、後ろから出てば、これはあー、すごいですね。さあこれで松本美和子がトップロックに引っかかってしまいました、はい。なんかポーズを決めてましたけどね、はい。ちょっとこうオーディエンスからの反応がいまいちなので、本人はちょっと今気持ち的に折れかけてる。折れかけてる、このまま引っかかったまま動かない、ね、ちょっと見えづらいですね。見えづらいですね。これはニコプロ泣かせですね。あの横にずれてもらえないですかね、これ。これでなんかちょっと新しい技とか複雑なの出して、はい、これでフィニッシュとか言ったらちょっと嫌ですね。嫌ですね、うん。さあ引っかき、尻尾を使って殴りかかるが、これをかわす、これもかわす、うん、尻尾を取られて、しっぽりチョップ、そして踏みつけ、気持ちの問題なんでしょうけどね、うん。ここは張雲が有利に試合を進めております。かなり長い長時間引っかかったままですね、ですね。そろそろね、あの右の足とか痛くなってきてると思うんですけど、ね、ロープって本当硬いですから、はい、
見た目より痛い、きついんですよね、こういうのって。セカンドロープに飛び乗ってもバックエルボー。あっ、これで勝負が決まるか、決まらない。宮古選手もこれで終わりってことはないだろうか。あ、逃げた、逃げましたね、移動しました。あ、いい位置になりました、はい、これはカメラに親切。ドロップキック、勝ち上げるようなドロップキック、うん、カウント2。これでどのタイミングで宮古選手がこう試合に戻ってくるかですよね、はい、これで本当に終わったらアホですからね、多分攻めないとね、自分が勝たないと勝利になりませんので。よくこの人自分で木印だ木印だって言うんですけど、自分で言ってるんですか。言うんですけど、それ木印じゃなくてただのアホですね、これで終わったら。生きていいんですね。いや、これで終わればですよ。ああ、終わりません、はい、さあようやく。ただ今ので、ね、スタミナを回復させていたのがあるかもしれないですね。おっと、ね、狙ってたんですね、こういう機会。これは2人同時に何時かちょっと違いますね、はい。そして何、お、もう裏感になりました、はい、よっこらしょってください。そして猫も一緒に倒れて二人三角締め、はあ、いろいろこう何か狙ってるのが伝わってきますよね。到底どうなん、苦しがってるから決まってんのかな。ロープに足を伸ばしたのは、これは猫の方、あ、二人とも伸ばしてますね。だからもうちょっと足が長い選手だと、はい、結構いいかもしれないですよ、2人まとめてっていうのは。あんまり見られないですよね、はい、かえってうまくがっちり決まるかもしれないですね、足が長ければ。ただ宮古選手の足の長さちょっと足んなかったですね。あ、そこがわざわざ2人に決めるには。チョンウボディスラム、そしてその隣に新田猫もボディスラムに投げてセットいたしました。コーナーに登って何を狙うのか。あ、これはマンマミヤ Z ですね。当たりました今。当たってないです。当たってない、なぜ当たらないですか、須山さん。いや、近すぎたんじゃないですか。近すぎた、なるほど、さあ、ちょっとお客さんも、おー、しかしこれが松本宮子の上に、はい、フラッシュになってしまった。あ、これはチョン選手はアトミックボムズアウェイがありますが、どっちを狙おうか。ああ、かわされた。あ、両方とも。あ、ブワドーラ、ちょっと当たりが浅かったですね、今女子でブワドーラ使ってるのこの人だけですよ。マーククラッカーがこれが先頭にもなった。そして2人まとめて十字架固め。あ、しかし松本宮子がそれを抜けて、あ、宮子コクラッチ、これも決まらず。お、あ、あ、決めた。最後抑えたのは張雲、張雲が抑えた。あら、まあ、ギフリボン前にそうなりますね。これちょっとある意味一番意外な結末でしたね。12月7日に地元凱旋興行が控えてるにもかかわらず、はい、ベルトを落としてしまった王座転落ですよ。いやー、これはそうなんですよ、今コメント出てるけど、はい、推薦者ってあんまりね勝ち負けに関わらないことが多いんですけど、あ、これは驚いたな。ということはこれあれですかね、鈴取られちゃいますかね、ベルトから。鈴は取られます。本人が気に入れば。渋谷選手の時は確か取ってましたね。新チャンピオン第19代王者となりました張雲紫龍、返り咲きってことです、数年ぶりの返り咲き。いやー、これはちょっと意外な結果になりました ね。これ張雲さんが勝ってしまったので、あ、誰か12月7日ギフリボン2週間前、このベルトを巻いているやつは
か取りましたね。超一流だ。俺には必要ないと、鈴は。まあ必要ないでしょう。これは何て言うんですかね、ここで。そうかそうか。何言ってるか分かんねえよ、バカ野郎。ああ、超ウサギは分からないでしょうね。僕も分かんないですね。ザ・グレート・サスケなら分かるんですけど、ね。あと猫、猫いっぱいいるんだから分かりませんか。分かっていてもですね、あの、なかなか、とりあえず怒ってるみたいですけど、ね。ああ、なるほど。怒ってるのは分かるんですけど。ん？あ。お酒を飲むと人間の言葉が喋れる。私は大仙工業ギフリモンにそのベルトを巻いて帰るってみんなに約束してきたんです。今日は私の腰からそのベルトが離れたから、ここでこんなところで夢が終わるからって諦めません。そのベルト取られたんだ、取り返してやる。12月7日ギフリボンメインでそのベルトに挑戦させてください。レゴ選手、5月の興行、そしてこの間こそ言ったよな、俺たち兼業レスラーは仕事も試合も全力でやらなきゃいけねえ。何を言い訳にしてもいけねえ。今日は言い訳できねえ状況だ。このベルトみんなの前で取り返したかったら12月7日まで仕事も試合も全力でこなしてチャンピオン超運知りたい。挑戦者インタネコ、推薦者誰か全力で用意して、7日のカード決めておけ。ギフト岐阜で再戦をしたいと。再戦、まあ要するに奪回戦に臨むと、はい、しかしこのタイトルは今申しましたけど推薦者3人でやるんですから、はい、誰かそれをあと1人、はい、これが一体誰なのかと。欲しい選手はいると思いますが、はい、誰が入ってくるかですよね。もう一回松本美和子選手が名乗りを開けたら同じカードになりますけど。ですけどね、まあ、違ったのが見たいですね。なるほど、はい、はい、本日の第3試合王座移動でございます、はい、これも意外な結末でございますか。さあ前半戦が終了いたしました、はい、柴田さん、今まで、第3試合までご覧になっていかがでしょうか。はい、まあ、第1試合はね、なんて言うんでしょう、まあ、非常に緊迫感ありますよね、ルール的な、はい、ミオ選手がカウント2で負けってところで、でも文子選手、はい、期待以上の頑張りを見せたし、第2試合も、まあ、ユキ選手のデビューと中川選手 の最初で最後の参戦というのが、見どころだったんですけど、まあ、ユキ選手、はい、デビュー戦としては本当上々ですよ。いや、そうですね、まあ、素晴らしいデビュー戦だったと思います。で、中川選手もね、惜しいな、やっぱり惜しい、そして第3試合、まあ、これはある意味はもう本当に非常に予想を裏切る結末でしたね、はい、でしたね、うん、この王座ね、2人目の男子チャンピオンが誕生ということでね、はい、はい、まあ、もちろん今ね12月7日岐阜大会で そのリベンジを受けるというふうに、ね、うん、宣言したんで、はい、まあ、そこでそのもう1回ね、そのチョン選手が退ければ、まあ、今までないチャンピオン像をね、そうですね、作り上げにかかるということになると思うんですけどもね、はい、いやー、どうなんですか、そのアイスリボンのリングでその男子の選手がこうやってチャンピオンベルトを持って、特にシングルですよね、はい、今ねタッとかね結構うん、例えば笠井純選手とかいましたけど、はい、シングルでこの男子がやっていくっていうのはどういう感じですかね。トライアングルに関してはありですかね、うん、まあ、実際かリボン高梨選手が取った時もあったし、ただ、はい、最近はね、はい、アイスも昔に比べると、はい、所属選手が増えたもんで、はい、男子の参戦って少ないんですよ、昔に比べると、はい、だから今のお客さんというのは昔に比べるとちょっとやっぱりその男子が
出てくるっていうのは当たり前でなくなってるんで、はい、それは張本選手も以前とは違う感じで臨まないと、はい、ちょっと難しいかもしれないですね。まあ、しかも今本人の口から出ましたけども、俺たちは兼業レスラーだから、はい、普段は別の仕事やってるわけですからね、うん、その中でね、どうやってこうやりくりしてこのベルトの防衛戦をやっていくかということになりますけどもね、はいはい、そんな、第3試合でございました。本日、これからあと3試合、残り3試合ですね、次が第4試合シングルマッチ、くるみ対優香ということでね、すで、に1試合ずつ戦っている2人のシングルマッチ、はい、さあ、まあ、これはどのように予想いたしますか。これはライバルと、まあ、キャリア的にはね、はい、くるみ選手の方がだいぶ先輩なんですが、はい、まあ、年齢は優香選手の方が1つ上かな、はい、学年が1つ上と。で特に今年になって、競り合ってますし、はい、10月に、ね、1回優香選手が、はい、くるみ選手と対戦中に、まあ、ちょっと頭を打ってね1ヶ月ぐらい休んだりとかいうのがあって、はい、でまあ、その後も復帰後に余計また激しくやり合ったりしてるんで、はい、アイスでは今非常にこうホットな組み合わせだし、よそでは見せれないミドルティーン対決ならでは、そういうことになりますね、勢いを見せてほしいですね。過去2度のシングルマッチはいずれも時間切れ引き分けということで、はいはい、今回ね勝った方がねその蹴りをつけるという形になるわけでございますけどね、はい、ズバリどちらが有利だと思いますか。有利はやっぱくるみ選手でしょう、体格的に、体格的にもキャリア的にも普通はさあくるみ選手ですよ、はい、ただここまで2回引き分けてるっていうのはそれ理由もあるし、優香選手の勢いっていうのは強いし、会場のなんか後押しみたいなのも優香選手の方にどちらかというとありそうな気がするので、まあ、それをどれだけ力にできるかですね。分かりました、はい、そしてセミファイナルでございます。インターナショナルリボンタック選手権試合、チャンピオン、セラリサ・ナルミヤマキに、ナイトメアリ・チェリーが挑戦、はい、こちらどうでしょう。こちらも普通に考えればやっぱドットスタップの勝ちですよ、はい、有利ですよ、はい、チェリー・ナイト組っていうのは今までもタッグ王座挑戦したことあるけど全部負けてるし、まあ、やっぱりナルミヤ・セラ組の方が体もでかいしね、はい、総合攻撃力みたいなのも高いですが、はい、僕はなんか特にメアリさんがね、はい、一発勝負で今日勝つための何かを用意してきてるかどうかだと思います、うん、そこがあるかないかでも全然違ってくると思うんですね。僕は大きいと思いますよ。今まである通りのことをいくら一生懸命ぶつけても、はい、それは簡単には勝てないですよ。それで勝てるんだって今まで勝ってるはずだから、はい、だから今日のためのことを用意できてるかどうか、なるほど、それが決まるかどうかっていうのは出せるかどうかですよね、はい。チャンピオンチームがね3月の後楽園で新チャンピオンになって以来ずっと防衛して今回が7度目の防衛戦なわけですけど、うん、この、まあ、ドットスタップがこれだけ長期政権築くとは予想しておりましたか。いや僕は取った以上は、はい、この人たちは長くベルトをやっぱり世代的にもね、はい、藤本選手のすぐ下で まあ、ある意味アイスをそういう形で引っ張っていかなきゃいけない、対外的にも ね、そういう立場だっていうのは分かってると思いますが、はい、ただ一つ気になるのが今までパートナーはお互いしかいないと思ってたこの2人が、はい、セラ選手はスターダムの、リーグ戦で、はい、イロハタクミ選手と組んで、ナルミヤ選手はナルミヤ選手は誠選手と一緒に、はい、メキシコ遠征行ったりで、はい、ちょっとねチームとしては、うん、そろそろキロに立ちつつある時期なのかなと、お互いが別の可能性みたいなのも見えてきてるんで、なるほどなるほど、そのあたりがこうちょっと今日なんかマイナスに出なきゃいいなと、はい、前回の防衛戦がこの前回の9月の横浜大会で、うん、つくしラビットミュー組から防衛して、はい、その後に成宮選手がその誠選手と一緒にメキシコ遠征行ったんですね、はい、ちょっと間が空いてるんですよね、防衛戦としてはね、はい、はい、それがどう出るかとですね、そうですね、はい、そしてメインイベントでございます、第6試合ICAE クロスインフィニティ選手権、うん、チャンピオン藤本司に、木月葵が挑戦いたします、はいはい、これはね勝ち負けで言うと今日一番分からないですね。分からない、分からない、お長年見ている須山さんから見ても予想がつかない。で葵選手が、はい、いわゆる彼女って、まあ、自分がハッピーな試合をやることを割と優先するタイプなんですよ、はい、そういうマイペースで、はい、勝ち負け以上に。だそんな彼女が本当になんか勝ち負け、今日一発勝負で勝ちに来たらどれぐらいのことをやるのかっていうのは、はい、僕意外と見たことないんですよ、この人が勝ちに特化した試合っていうのは。あ、そういうことですか、うん、どっちかっていうともう楽しくて、はい、お客さんも楽しくして、はい、もう勝敗は二の次みたいなところ正直ありますから、あ、まあ、ハッピーメーカーっていうぐらいですからね、でもその彼女が今日はやっぱ勝たなきゃ意味がない試合であると先々のことを考えれば、っていうところで勝ちに徹してきたら
どうなるかっていうのは分かんないですね。いや、あのもしかするともうそれほど勝ちにこだわる木月葵が見れるのはもう今日がもう初めてぐらいぐらいの。そうですね、もうそれぐらい。まあ当然若手の頃は、はい、あのジュニアのタイトル挑戦した時とかそうだったかもしれないですけど、はい、とりわけしばらく欠場してから戻ってきた後というのは、はい、そこまで勝ちにこだわる、まあ、あのもちろん志田選手やつくし選手に挑戦した時もそれは勝ちにいってるんですけど、でも今日の方が試合前のコメントとか聞いてても、はい、ちょっと違いますよね。そうですね、なんかある種の覚悟のようなものが、ねね、見受けられますよね。もうこれで負けたらもう トップ狙わないぐらいの覚悟で来てるような気がするんですよ、うん、ね。まあ、それに対してどうでしょう、チャンピオン藤本司さん。いやでしょうね。ただここまで守り抜いてきた以上は、はい、あの12月の後楽園あと1回大場所残してますし、はい、まあ彼女の方もね、この間の中島有紗選手が、はい、自分のベルトに挑戦してこいと JWP の無差別に、はい、でそれに対するアンサーっていうのは、はい、今日の試合防衛しないと出せないと思うんですよね。そうですね、うん、だから、まあ、防衛した上でどういうアンサー、これ12月に向けてのそういう、まあアイスだけじゃない動きも絡んできますよね、はい、中島選手のラブコールってのは両方のベルトをかけてやろうということなんですか。自分のベルトに挑戦してこい。あ、なるほど。ダブルタイトルじゃなくて自分のベルトに挑戦してこいと。で今のところ藤本選手はそれに対して明確な答えは出してない、はい、この防衛戦ありますからね。あ、けどこれ本当になるとしたらやっぱりベルト持ってたら意地として自分をかけるってなるでしょうね。そうです、これね。それかちょっと気になるのが、はい、同じ日なんですよ、JWP とアイスの後楽園が。どうなんですかね、その辺のこともあるので。あ、ね、今後につながるものがこのメインイベント で、ね、はい、でね、どちらが勝つかによって変わってくる。変わってきます。アイス自体、ね、木月選手が勝ってチャンピオンになれば、はい、ちょっと空気変わるでしょう、おそらく。座談会の司会とかひょっとしたら木月選手がやるようになるかもしれない。あ、なるほどなるほど。はい、今回9度目の防衛戦、はい、もう1年以上もね、そうベルトを保持しているということで、長期ですよ。すごいですね、今日本のどの政治もここまで長期政権築けないんじゃないかっていうぐらいですけどもね。はい、そんな名イベントが待ってるわけでございます。はい、須山さんの解説で、はい、第4試合第5試合第6試合の見どころがバッチリこれで皆さんね、視聴者の皆さんも分かったと思うんですけども、はい、まだ、再開まで時間がありますので、はい、まだあんの。はい、でそのじゃあここからじゃあ質問コーナーということで、その前に告知やらせて。どうぞどうぞどうぞ。12月8日に、はい、月地でやっております月頭女子プロレス、はい、今回は12月8日ニコプロのジョン・レノンの命日にして、長吉草 の、 誕生日にして、はい、太平洋戦争の開戦記念日ですが、はい、その日に、19時から、はい、行いまして、はい、有料枠の1時間ゲストが今回尾崎真由美選手になりました。オーダーアカデミー、はい、はい、まあ、ジャパン女子時代の話を中心に聞こうと思ってるんですが、はい、ジャパン女子時代のですね、あの辺の選手が、給料もらえなかったってよく聞くじゃないですか。お金ちゃんと、はいはい、でもあの頃のジャパン女子って年間100試合以上やってたと思うんですよ、だバイトもそうそうできないと、はい、どうやって生きてたんだろうっていうのは意外と語られてないんですよ。生きていたんだろうと。そのバイトもできないし給料も十分もらってない状態、はい、だそれはちょっと本人も確かにその辺のことは喋った記憶がないと、まあなので、まあ、あとはそのジャパン女子時代の入門から、はい、まあ、解散ぐらいまでを聞ければなと、はい、で、その後の無料枠30分、はい、これおそらくニコナンプロの、はい、生中継、生は多分初登場のクレイジー SKB、はい、トリプルシックスさんを、はい、お呼びして、基本あの著作権の問題で試合映らないですから、ね、試合映らない、はい、まあ、今回は特に著作権はないんですか、大丈夫ですか、浦安の方の関わり の、はい、世界的なエンターテインメント団体特別にお許しをいただきまして、いつお許しいただいたんですか。いやちょっともう地道な交渉で、地道な交渉で、交渉で今回だけは大丈夫ということ。すごいですね、どうやって交渉したんですか。今回だけは大丈夫ということで、はい、プロのネゴシエーターですねそれは、はい、
なるほど、クレイジー SKB、はい、初登場ということで、初登場で、まあ、生ですからね、でもですよね、この人はな後から別の番組あるはずなんですけど、はい、スタジオ使えなくなってたらごめんなさいって感じ。これはなぜお呼びするわけですか、何か聞くのが。12月23日に毎年恒例 のトリプルシックスの、はい、で今年最後の興行がありますんで。ありますけどその興行では多分映らないですよね。映らないです、まあ、にもかかわらず出るという。ちょうど今社長今年本出したんですよ、はい、ね、狂人伝説って、そうですね、まあ、それの紹介とかも兼ねて、あ、いいですね、まあ、あと、まあ、たまにはなんか普段出ない人出したいじゃないですか、そういう時って、はい、から、まあ、誰だろうなって考えたら、はい、まあ、12月のその興行の告知兼ねれば、まあ、クレイジー SK ビッチ告知してくれるんですか。いや、意外と普段はちゃんとしてくれるんですか。普段はすごい礼儀正しいちゃんとした人ですよ。寺の息子だし。はい、ということでなかなか普段はじゃあ見られない、はい、クレイジー SKB さんが見られるということでね、わ、はい、かりました。12月8日ね、楽しみにしていただきたいと思います。赤番の危険性もあるんじゃないかという。赤番は多分大丈夫だと思うんですけどね。先月のゲストよりは大丈夫だと思いますね。先月誰でしたっけ。ミスターガンの助。あ、そうなんですか。はい、なんかあったんですか。もう番組の後半でシュープロ批判になっちゃって。シュープロ批判。おお、それを俺が受けるわけですよ。俺に言われてもなっつのあるじゃん。ああ、いや、ご自身の全然、いや、僕のスタンスでは言いましたけど、でも、まあ、答えられる、これってどうなのよって言われても、ね、僕はだって違うじゃん。言ってみれば、はい、グラジエーターやレザーフェイスに FMW の運営方針のことを文句言ってるようなもんだから。あ、けどレザーフェイスはちゃんとウガーって言うと思いますよ。ウガーしか言わないでしょ。瀬山さんもウガーって言えばよかったんですから。ウガーそうなん、ガムスケ選手に対してウガーっつって、うん、はい、というわけで12月8日、楽しみにしていただきたいなと思うわけでございます。はい、はい、それではまだ始まりそうもないので、ちょっとタバコ吸ってきていい。あ、いいっすよ、いいっすよ。はい、はい、瀬山さんが今からシケモクタイムに、シケモクではないか、シケモクタイムに入ります。スモーキングタイム。はい、スモーキングタイム。はい、それでは今、放送ブースには私しかおりませんので、どうしましょうかね。僕は瀬山さんに対する、質問を振っていただこうと思ったんですけども、瀬山さんがいないので、瀬山さん帰られましたら、じゃあ瀬山さんに対する、質問を振りたいと思いますので、今のうちにじゃあちょっと、瀬山さんに聞きたいことをちょっとコメント流していただきましょうか。はい。で、さっき試合中にですね、バルコニーで取材運動ってのあったんですけど、別にどの団体のこと言ってたかちょっとわからないですけども、最近バルコニーで、撮影していたのは全日本プロレスなので、もし全日本プロレスの話だとしましたら、全日本さん的には別にバルコニーから の入場はもちろん、入れないようにしてるんですけども、取材に関しては別にしてはいけないというお達しは出ておりませんので、特に問題はございません。昔はね、よく2階からのね、バルコニーから の引きの写真をね撮っておりましたよね、あれと同じでございます。はい、それでも、何か問題があるというのでありましたらコメントで流していただければなと思います。今日は夜はフリーダムスの大会がこちら、放送がございますので、ノアの後楽園に、ちょっとね、剣王対重心さんの習いが見たかったんですけどもね、重なってしまったので、ニコプロ優先ということに、なりました。はい、それ以外で須山さんに、須山さん、今年は宇宙大戦争ありますよ普通に。そうです、宇宙大戦争はサムライ TV さんで、後日放送があります。なんだ、ニコプロで年間に一番満足度が高かった興行を、ニコイチで発表できる。満足度が高かった興行っていうのはあれ、よし、視聴者の皆さんの満足度ですか、それとも我々の満足度ですかね、これね。これでも例えば、はい、ね、4000人見た興行と、はい、500人見た興行の満足度って、はい、あんま同列で比較していいのかなってとかあるんですよね。そうですよね、はい、放送の最後にアンケート取ってるそのパーセンテージでどれが一番高かったかっていう話ですかね。うん、だとしたら、花屋敷プロレスとかダニオンプロレスの新規まで100って今まであるんですけどね。あ、なるほどね。花屋敷は3回ぐらいは 100% になってるのかな。それでいくと花屋敷プロレスがニコプロ的には2014年最も満足度が高かった、ね、団体になるんですけども。でもそこはなんかやっぱりね、はい、
単純にその、ね、最後のアンケートでの満足度で比べていいものかなっていうのはあるような気がするよね。まあ、確かにその集まってる人数とかもありますよね。ね、人数とかはあると思うんで、はい、そのアンケートの 100% の出した回数でいうと花屋敷が一番でございます。それとですね、さっき、あ、須山さん最近いつ広島に帰りましたかと。ね、親父の一周忌だから一昨年ですね。去年は帰ってない。去年帰ってなかった。去年今年は、あ、去年帰ったか、今年は帰ってないですね。去年と一昨年が勘違いしてしまうぐらい、ちょっと我々も記憶が曖昧になってきたと。もう何が先だったやら、もう。ニコプロで吉江恒代さん生登場あります。吉江恒代さん一回実は 生出演してるんですよ。なぜか全日本プロレスのジュニアタックリーグ戦の予想会になぜか吉江恒代さんが出たってことが一回あって、そこでやったモノマネがあまりにも寒くて一回こっきりになってしまったという。全部アニマル浜口さんのマネで予想してたんですよ。いやでも吉江恒代さんも西口プロレスとかで見ると普通のプロレスやってるんですよ、ね、オーソドックスな先輩がいっぱいいるもんであんまり変なことできないんですよ。なるほど。だから吉江恒代さんの一番すごいのを見たければ、はい、やっぱ西調布まで、その団体問わず、まあ、西調布だと相当なことやる。もう西町のどこの団体だったか忘れたけど、誠選手とのシングルなんか、はい、もうこれテレビとかで流したらもう大変なことになるっていうふうな、ね、流してみたいですけどもね。それね、それは頑固プロレスのことですかと。あ、頑固誠選手とのシングルは頑固じゃなかった。頑固じゃなかったそうです、はい、これ絶対姉さんですよね。あ、やっぱりね、やっておりますね、美容姉さん。カメラに向かって自分のポートレートを、はい、あ、みんながやりだしちゃったじゃないですか、はい、これ。あ、みんなが困った人たちですね、この方々。ここで見せても、ね、いけない人が見てんだから、ここ今の見て視聴者の皆様、今からラジアントホール来るわけにはいかないですからね、はい、ということで今、いや本当ね、常雄さんの気合の入った時の試合っていうのは本当すごいですからね。気合だ気合だって、ね、でも多分流せないんですよ。流せない、赤番ですね。赤番ですね、はい、ということで生で現地に行って見ていただきたいと思うわけでございます ね。さあ、ようやく後半戦が始まります。ただいまより第4試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。さあ、須山さんが非常に注目しているというね、はい、シングルマッチが組まれました、くるみ対優香。まあはい、ね、女子プロは若ければいいってもんじゃないと思うんですよ、僕、はい、ただ若い時にしか見せれないものってのはあるんで、はい、なんつうんだろうな、ここは本当にめったに見れないと思うんですよ。本当に15、16と15、14かな、はい、ぐらい の選手同士のシングル、まあ そうですね、それも結構技量的に、そこそこも上がってきてるの、はい、ね、そうそうです、はい、昔の前場でいやね、抑え込みでこう投げちゃう抑え込みみたいな試合は、はい、15同士ありましたけど、また違うんですよね。最近入場してまいりましたのが優香と、そしてただいま入場してくるのが鳥海でございます。クルミは久留美選手の3年早いからね、3年以上早いということで年配に当たるわけでございます。世代的にはほぼ同じと、優香選手の方が1歳です。ミラクル無限大クルミ。これどちらの勝つかによってね、本当に今後 そのシングル戦線の、ね、流れも変わってくるでしょうから ね。次の挑戦者あたりには藤本選手のそうってなりますよね、うん、まあ、くるみ選手の方は多分優香選手から3つ取れる技っていうのが、まあ、ボディープレスにしても、はい、ジャーマンにしてもあるんですが、はい、優香選手がだからその、まあ、今スクールガールってね、はい、がっちり抑え込むスクールボーイなんですけど、はい、でこの体格差で丸め切れるかどうかっつうとちょっと難しいような気がします、ね。まあそうですよね。体重を浴びせたところで、うん、重さはね、クルミ選手があるわけですからね。丸め込みだと大きい選手がっつうけど、そうでもやっぱりそれでもね、
あのこんだけの体重差あるとロックアップで正面から行きました両者、うん、がっちり組み合い離してからエルボーになっていくユーカソープをあー弾き飛ばした倒れない弾き飛ばした場外に落とされるえ手拍子を場外は5番引きです選手から待ってください今エプロンを走って何か何か狙ったんですけど、かわされましたね。おお、テープロをに飛び乗ってのスイング DDT のようにして鉄柱に当てましたね。はい、DDT は持っていかず鉄柱に当てた。そしてボディスラム。場外マットの上にボディスラム。これあえて戻ったってことは。反対側コーナーに行って助走をつけて。三角飛び、飛び乗り、おお、じゃあ、まあこういうね落差をやっぱ利用しないことにはですね、体重差がある場合はね、はい、やっぱあのプランチャーとか思い切りがいいですね。いいですね。やっぱ見ててもやっぱちょっと怖がって飛んでる足が下に行っちゃう選手とかいるんですけど、はい、もう全くそんなの考えてないですね。形的には先制した形となりました。ユーカクロスボディリング中央、そしてもう一発狙うか、もう一発いった、しかしカウント2で返す。やっぱ手数はねクリーン選手より出していかないと、はい、一発体当たり一発でも本当ひっくり返されちゃうと思うんで、はい、左腕を固めてグイグイと絞り上げます。グラウンコブラですね。はい、この辺はあの大技で攻め急ぐことなくいいチョイスじゃないですか、うん、まあ、やっぱりアイスの選手って一般に思われてるよりも、はい、割とこういう堅実な攻めができる選手も多いんですよね。さら、はい、に左右腕を畳んでぐいぐいと絞り上げる、あーロープに左足を伸ばしてエスケープです、うん、あれを自力で返すことができずロープを選びました ね、 ね、おあっとカウンターの投げが待っていた。この辺りはね、あくるみ選手は投げれるけど、優香選手がくるみ選手を投げるというのは簡単なことじゃないですから、で、ね、投げる場合はやっぱそれはスタミナを消耗しますからね。さあこういうのもね、ハーフボストンクラブに行きました。今度は優香選手が逃げなきゃいけないんですけど、はい、逃げるにしてもやっぱりスタミナのロスはくるみ選手が優香選手の技を逃げる場合よりもやっぱ大きいです、ね、はい、そうですね。どっしりと体重を落としてハーフボストンクラブに行きます。絞り上げる絞り上げるくるみ、はってますけど、これあの移動してるだけで僕すごいと思うんですけどね。いやそうですよ、これが乗っかってるのに、はい、さあしかしまだロープは遠い、サードロープ目の前にあるんですが、これは遠い遠い、まあ、これも普段アイスは道場であのちょっとちっちゃいサイズ、5メーターかな、1メーターちっちゃいサイズのリングでやってるんで、はい、やっぱこれ6メーターになった時に1メーターっていうのが多分でかいんですよね。1メーターって大きいですね。いやでかいですよ、ギリギリのもうギブアップするかどうかってところの1メーターですからね。追い込まれた時は多分10センチでも遠く感じるでしょうから、いやだと思いますよ、はい、しかしなんとかロープ逃げることに成功しました。優香されど、くるみがさらに攻めようとしてコーナーに振ろうとしたらリバースする、これは足が待っていた、うん、ちょっと今バランスを崩したぞ、はい、しかし背中にフットスタンプ、体重を浴びせ遠くに飛んでドロップキック、顔面にヒット、横面あたりヒットしましたか、カウント2。攻め手の多彩さはくるみ選手やっぱり伊達にね、キャリア積んできてないですよね。そして先ほどと同じようにセカンドロープに登ります。コーナーから何かを狙ったが、その前に優香がエルボーで止める、うん、ここはコーナーポスト上でエルボー出せになり、リング下に落としたくるみ、しかしまだ行く優香が、まだ行く、諦めない気が強いですね。さあこれは裏か、おお、なだれ式フランケンシュタイナー、トップロープから一回ジャンプしての形ですね、はい、
さらに自らもコーナーに上がり、ミサイルキックをヒットさせる。ただこれじゃまだ取れないですね。はい、まだ取れないですね、まだダメージを与えきっていない段階。技はもちろん決まってるんですが、体重差がある分、彼女はこのエルボーで結構、はい、あのスリーを取ることがあるんですが、ランニングエルボーバット、さあ出るかな。お、これ独特の形のエルボー。そうですね、寝てる相手に落とす、ま、前からエルボーバットですよね。エルボーバットですね、はい、さあ、あれはエルボードロップになるものですよね。そうです、エルボーバットで出すというね。彼女はスワンダイブでこれをやりますから、はい、さあそれを狙うのかな。さあエンジェルさんが狙いか。ああ、ダメか。ああ、読まれていた。エプロンに落とされた。さらに、おお、すごいですね。軽々と背負いました。ここから逆襲に転じるか、くるみ。内角を生かしたアタック。倒すと次に来るのは第2試合でも見せたあれですかね。はい、来るぞ来るぞ。あ、くるくるくるみ潰されますよこれ、ね。あ、さあもうそろそろこの位置に。体重を浴びせた。小型冷蔵庫爆弾をカウントツーで返しましたね。セカンドは何度か食って返してるんで、はい、トップだと危なかったですね。トップだと多分返せないんじゃないですかね。重力加速がつき、その後つきますからね。おっと、丸め込んだ首固め。カウントツー、足のフックがね、がっちりいかないんですよね。逆に切り返し、おお、こういう技も使うと。今ね、アイサーのリチャ教室やってるんで、はい、あの早田選手も教えてるんですけど。なるほどなるほど。多分クルミ選手も可能だときはそれ出てるんじゃないですかね。カサカサ最高みたいに。おお、パッドだ。ああ、サカサマガール、大事さなんだよな、ね、うーん、ですよ ね、逆さまガールが返された。そしてダブルハンドチョップ。さあ、ただお互いもちょっとかなりスタミナをロスしてきたので、はい、この辺になってくると、こう一つ一つのこう勝負どこの技をどんだけ正確に決めれるか、ね。そうですね、正確じゃないといけないですよね。そうなんです、はい、雑だと返されてしまいます。お、お互いスタミナを消耗してください。いかに正確になれるか。当て感がいいんですよね、はい。そしてドロップキック、立ち上がる前にドロップキックで追い打ち。ここをコーナーポストに上げます。次は何を狙う。クロスボディ、ダイビングボディアタックからカウント、うん、なんとか右肩を上げました。意外と効いてますね、はい、ダイビングボディアタックをカウント2で返したくるみ。これはあれですよね、あの攻めどころですよね。攻めどころですよ、はい、ゆうかの攻めどころ。あの、思ったよりダメージを負ってますね、はい、この選手は。それだけやっぱり一発一発を的確に入れてるってことですよね。ああ、森島竹縛りのドロップキックが、その場飛びでした ね、はい、ね、あの女子ってその場飛びもできるあの選手は少なかったんですけど、はい、近年やっぱ男子の指導が入るようになって、はい、あの使う選手が増えてきます。いいことですね。うん、カウンターで打ちやすいですからね、あのその場飛びの方が。これもブリッジで返します。いやー、一進一退になってまいりました、ね、第4試合。さあ、かなりこれをバックの着信丸め込む、強引に丸め込む。さあ、来た来た。あ、そんなにいけなかった。あ、てました、ね、あー、カウント2で返す。伸ばれてましたね、このマヒストラルは。おお、しかしこれを切り返した、うん、お互い読んでますね、はい。さらに切り返す、さらに切り返す。うーん、どうだ。ああ、エビ固めの応酬。なっと、入らない入らない。
さあ一瞬の油断が命取りとなるぞ。うわっしゃ、交通事故。カナディアンから入った。どうだ。おお、これも返した。いや、よく返しましたね、佐藤さん。打たれ強さってのが身についてきましたね。あー、でもこれが決まるとちょっと。さあ、狙うは小型冷蔵庫爆弾かナッツクラッカーかどちらだ。これは返せないでしょう。おっしゃれた通り、トップからだと返せなかった。いやー、最後やっぱ体格差が出たとしかこれは言いようがないですね。ですね、まあ、キャリアと体格差ですね。ただ、はい、どうなんだろうな、優香選手のキャリアとかね、はい、考えれば、はい、その国見選手ここまでシングルに追い込めるっていうのは、まあ、結構驚異的なことだと思うんですよ。まあ、そうなりますよね。だから、次は分かんないですね。こう叱るべき時にまたシングルとなる、じゃあ半年先は分かんないですね、はい、分かんないですね、うん、3戦目ですようやく勝敗がつきました。この2人、まあ、心強いですね。本当これで緑金同士だと思うと。そうですね、うん、さあこの試合で勝ったことによって、先ほども申しましたとおり、そのメインでね、はい、どちらが勝つにしてももう名乗りを上げてもいいぐらいのね、ちょっとコンテンダーとしての、はい、ポジション上げた感じがしますよね。空港手形はね、手にしたと思われます。勝ったなくるみでした。ただいまより第5試合セミファイナルでございます。インターナショナルリボンタック選手権試合20分一本勝負。セミファイナルインターナショナルリボンタック選手権試合20分一本勝負。はじめに青コーナーより挑戦者チーム内藤メアリチェリー組の入場です。チャレンジャーチームが入場してまいります、はい、内藤メアリチェリー組日本都市キテル連合と、いつものように、はい、森高千里さんの曲で入場してくるんですが、はい、非常にこう何ら編集せずに、はい、原曲のまま で、ええ、でサビの部分まで出てこないと。つまり1分以上1分半ぐらい延々とこの後、はい、無音のリング上が流れるわけですね。ということはこれやっぱ我々歌わなきゃいけないですね。いや、まあ、歌うとよりね、やっぱりねニコ生の放送があるって分かってんだったら、はい、せめてお客さんの前には早く出てきてリングの周りを回るとかなるほど、それぐらいの。だって鈴木選手だって、はい、リング入るタイミングは遅いけど、はいはい、出てくるの早いじゃないですか、はい、鈴木稔選手なんか、はい、客席回って私がおばさんになってもまで出てこないんですよこの人たち。瀬山さん、じゃあ今から行ってきて呼んできてください、早く出ろと。ちょっとそれはね、何度もやってんだから、ええ、そろそろようやく出てきますよ。確かに今1分かかりましたね。1分かかったでしょ、はい、ほらようやく出てきた。なるほど。じゃあ割とこのチームはじゃあその入場に時間をかけるということで、結果的にかかるということですね。まあ、それこそね、ガバイじいちゃんとかアンダーテイカーバリに時間をかけるということですね、はい、でニコ生的には非常に良くない。しかも音が流れない。音が流れないと、これからもうほんとね、コメンタリー実況の人間は歌わなきゃいけないですね毎回。いや、さあ入場してまいりました。こちらチャレンジャーチームでございます。続いて赤コーナーよりチャンピオンチームセラリサ・ダルミア・マキ組の入場です。さあ今のと比べたらものすごく早く入場してくるように感じるんでしょうね、これね。往年のリッキースティンボード割りにはなんか早く感じるんじゃないかなと。でもね、僕ね、これ真面目な話ね、テーマ曲っていうのが鳴り始めて、はい、30秒以内には選手が出てこれないとダメだと思うんですよ、はい、そうですか。僕はやっぱあんま長いの良くないと思うんですよ。 WW だって早いでしょ。アンダーテイカーは、アンダーテイカーは全然、でも30秒ぐらいでしょ、出てくるまでね、お客の目に触れるっていう。
さあ入場してまいりますチャンピオンチーム、ロックスタッフ、セラリーさん、古山木。今回が7度目の防衛戦でございます。仮面女子はいいんです。マスターの悪口は、要は今あの冬の太陽があの同じバラモンの歌が3回りするぐらいあの入場し、いやだから入場が長いのはいいんです。長いのはいいと、お客さんの目の前に出てくるまで遅いのがダメ。はい、ということでございます。さあ入場しました。まずはセラリサと、そしてもう1回も防衛を重ねるとなんかあの侍になってきましたね、本当に。ねえ、なんかやっぱり漂わせるものが明らかに3月と全然違いますからね。セラ選手なんかだってまだデビューして2年ちょっとですからね、はい、ベルトが一時変換されます。第33代王者ということで、チャレンジャーチームが勝てば34代王者。セミファイナル、インターナショナルリボンタッグ選手権試合、20分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム、日本都市チル連合、本田40狂い咲き、ナイトメアリー。年内の引退を表明しましたナイトメアリー、これがおそらく最後の、まあ、タイトル挑戦のチャンスですね。そしてそのパートナーチェリーユニオンプロレスから参戦。赤コーナーチャンピオンチーム、ドットさん、広島県世羅町出身、世羅リーさん。チャンピオンチームコールされました。まずは世羅リーさん、以後のマイケル、ナルミヤマーキー。そしてナルミヤマキー、10月には2週間シングル遠征を経験いたしました。その辺の、ね、成果というのも果たして見られるかどうかですね。まあ、2週間ぐらいだったんでね、まあ、2週間でルーチャが一気に上手くなったらルーチャも随分簡単なもんだなって話になって、まあ、1つぐらいなんかそのルーチャ系の C1 とかね。でもあの結構 ね、それっぽい、多分あのずっと試合やってたわけではないので、はい、あの多分ルーチャスコールとかでも練習してる来た様子は、はい、なんかその後の試合見てるとあります。なるほどなるほど、その辺もポイントになると思われます。まあこれ長引けば当然王者チーム有利ですよ ね、あの年齢的にもね、うん、ただメアリーさんって前も言ったかもしれないけど毎年フルマラソン走ってるんですよね、うん、猫さんたちと。ほう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 、あのイメージよりはスタミナはあると思います、ね。はい、ああ、握手を求めていて油断した隙に、うん、はい、でも一発だけ勝とうと思えばもう今日なりふり構ってない。いや、そうですよね、あるでしょうね。あの別にあの綺麗な試合しようとは思ってないでしょうからね、はい、なんて言ってももう人生経験の100戦メンバーばっかり、共に40歳です。そうですね、いきなり場外戦に持ち込みましたチャレンジャーチーム、王者組を分断しております。こちらチェリーは、おっと今お客様のこれは優位でしょうかね。はい。首を絞めている。そして気がつけばナイトメアリーもすぐ近くにいる。ね、はい。それは戻しますよね。いや、バラモン兄弟みたいなそのまま着て出るとかあるんですよ、ね。ああ、壁に。壁ドンですよ、壁ドン。アイシの選手はやっぱ場外の後慣れしてないんで。はい。まあ、確かにチェリー選手はユニオンとかで結構ハードコアの試合とかも、ね、やってますからね。まあ、この中では一番キャリアも長いですね、はい、そして自分より圧倒的でかい男子を相手に日常でやってますからね、はい、チェリー選手は。さあ髪の毛を蒸して、はい、あの本当に憎いんで、いや、もう見えますからね、見えますからね、ね、はい、さあ髪の毛抜き回ってますね。こちらはセラとナルミア、すいません、セラとナイトメアリーです。こっちは膝か、まあ、なんとかセラが王者チームとして挽回にかかります。まあ、ああいう感じで始まったんで今戻った方がとりあえず試合権利ってことになるんでしょうね。そういうことになりますね。リングに上がったのは内藤とセラ。
チャレンジャーチームの、ね、ペースになりかけましたが、うん、この辺落ち着いて対処しました ね、 ね、はい、そう、うん、いい落とし、もう一発落とす、腰にダメージ、もう今3発目です。メアリー選手もこうなんつうんでしょうね、はい、勝つしんどさみたいなところを、はい、チャンピオンチームに比べると、はい、経験してないんで、うん、そこがやっぱり一番の弱点になると思うんですよね。そうですよね。その本当に苦しくなった時にその気持ちを、ね、持続させることができるかどうかっていうのはこれ経験しないとね、あの自分の限界をそうきつい試合を超えて超えて、はい、なんかそういうのって身につくと思うので、タッチいたしました。お尻のアメージを行えとメアリー負荷を追いすることなくチェリーとタッチ、チェリーがミサイルキック。チェリーさんもなかなか今こうタイトル挑戦の機会というのはないですから。そうですね、うん、あのユニオンでもねフライトエブリアーというシングルの女子の王座がありますけど、これは今白井美穂選手がね、はい、保持しているということで、東京柔道殺法からホールいきます。あーこれは後頭部をガン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 と、この辺はしたたかです ね、 ですね。こういう攻撃をやるのに一切躊躇がない。そうなんですよ、はい、後ろめたさもないという。さあ首をかっきるポーズ、ダブルリストアームサルト、綺麗なブッチ、うん、しかしカウント2だ。まだダメージが足りないですね、はい、まあ、やっぱりあの一回りチェリーさんだけが、チェリー選手だけが、はい、おお、簡単なドロップキック。いや、あの我々どうしてもチェリーさんって言ってしまいますよね。そうなんですよね、3って言っちゃう選手っていいですよね、はい、あの構いませんです、全然、はい、大岡選手とかもついつい大岡さんって言っちゃうんですよね。コーナーポストを振って対角線上を得るバッケルボー。4人の中では、まあ、目に見えてちっちゃいのがチェリー選手なんで、はい、さあホイップいたします。なんかやっぱ狡猾ですね、今日の戦い方。無駄がないですね。無駄がないですね、はい、もう一度これはセラのコッシュを利用して投げてるってことになりますね。なんだこれ、首絞めてますね、はい、普通に首絞めてますよ、まあ、ギリギリまではね、はい、最近 DDT の井口浩太選手が相手の鼻と口を塞ぐ攻撃っていうのをやるんですね。完全に人殺しにかかってますからね。いやなんか大変な時代ですね、今ね。あ、反則なんですよね、口鼻塞ぐっていうの。そうなんですか。確か。おキャメルクラッチしたまま鼻と口を塞ぐとい う、 うはい。それが今拷問技ですね。メジャー団体との2団体所属選手ですからね、それがね。さあ、おお、振り回してようやくさあタッチいたしました。ナルミア登場。ナルミアはスタミナ十分でしょう、はいはい、あ、これよくチェリーさんやります。やっぱりね、はい、もうナルミア選手というのは本当直球タイプなんで、はい、チェリー選手みたいなタイプはちょっと苦手かもしれないですね。かなり足痛めたと思いますね、うん、あんだけ思いっきり3発踏まれりゃきついですよね。そうですね。だってあの足踏みっていうのは総合の中では、はい、今やテクニックになってますからね。うん、完結。やっぱり体力パワーでいうと、うん、あ、今目をサミングしてからの首固めです。視界を奪ったところでの首固め、しかしカウント2で返します。この辺も老解、うん、まあ、やっぱりあとはチェリー選手にしても、はい、なんとかやっぱり内藤選手に最初で最後のベルトを自分もちょっとこう一緒に取りたいなっていうあるでしょうね、先日はユニオンプロレスのリングでもこの2人が組んで、あの出場いたしました。その時はガバイ D ちゃんもロハス選手で、なかなか渋い感じですね、はい、対戦しましたけどもね、まあ、要するに年齢というのがテーマの試合、まあ、そういうことですよね。それもこのラジオガーマのアジアットホールでした。内藤メアリ登場です、はい、うん、
この2人というのは、まあ、N キューブっていう、まあ、リング上というよりはそういうあの一緒にね、はい、ツイキャスとかやるようなあのユニットツイキャスとかやるような、まあ、飲み仲間なんですよね、はい、要はクリックですね、あのクリックです、はい、クリックですね、はい、でただちょっと今はややこう疎遠な感じというか、はい、で特にあの挑戦が決まってから、はい、あの今回の成宮選手 の, あのメアリー選手に対してのコメントが非常に厳しいんですよね。だからその引退していく選手が記念にベルトが取りたいとか、はい、あのそんな甘いこと考えてる人は絶対渡せませんとかね、まあ、確かにその通りだったんですよね。対戦する側としては至極当然の発言でございます、はい、その内藤メアリーをコーナーに固定し、腰ですかね、ドロップキックを突き刺しました、うん、前半に腰を狙われた内藤メアリー、そこを再び狙われる展開、あ、ね、まあ、あの腰攻めはね、はい、あの王者チームは宣言してたんで、はい、宣言してるってことは相手に分かられても勝てるという自信になるですね。まあ、やっぱ40になると腰を攻められるときついだろうっていう、まあどこまで本気なんだかっていうことですけど、まあでもあの1点攻めるっていうのは、ね、はい、これは非常にプロレスとして正しい、はいはい、攻めでございます。1点集中攻撃、腰への攻撃が続きます。チャンピオンチーム、これもリング中央で逆肩エビ固めが決まっております。自力で、あー、しかしチェリーが入ってた、あー、背中を思いっきり引っかきましたね。まあ、とにかくあの技を解くことが最優先ですから、はい、しかし内藤のピンチはまだ続く。あ、アルゼンチン、これも腰攻めですね、はい、さあアルゼンチン持ってき、ここから湯の出場に持ち込むこともできるが、ここはやっぱ腰攻めをね、身重きを置いたチョイスでしょう。多分メアリーさんってあの普段使ってる技とか見てる感じだと、はい、ああ決まった、アルゼンチンバックブリッカー決まったぞ。ちょっと背中がいわゆる硬いタイプだと思うんですよ。なるほど、落とすことなくグイグイと絞り上げたが、これをスリーパーホールドで切り返す。しかしこの脱脂 B リフト3発、あーブレーキ打った、この技もちゃんと受け継がれてますね。ですね、まあ、片手なんですけど、はい、当たりは非常に強いですね。ビタエスコの技、ブレイジングチョップ、そして長身ですから、はい、引き下ろす感じで、これはキャメルクラッチ、メキシコでいうところのカーバージョン、うん、メキシコ外でもナミビアに決めるという、おお、あ、これチェリー選手も後ろから引っ張ってましたね。ですね、はあ、この辺ちょっと荒れてきますね、はい、徐々にチャレンジャーチームが盛り返してまいりました。前半から中盤にかけてチャンピオンチームが内藤の腰を攻めておりました。あ、打ち勝った。今まではだいたい打ち負けてたんですけど、はい、ああ、熟度でどんな誤爆、いや、誤爆じゃないか、誤爆じゃないです、良かったですね。マイトメアリがかわしたことによって相手のナルミアにヒットいたしました。メアリ選手の今のレッドブリカードロップがデビューした頃からの得意技なんですが、はい、珍しいな。さあ、フォークスクリュー、なんだ、セラがカットに入りました。これも決まらない。いい感じで攻めてるんですが、はい、あのやっぱり確実に3つ取れる、もしくはギブアップ取れる技っていうのがこの後あるかどうかですよね。ワンチャンスで、はい、ここはスリーパーに行ってますね。ただこういう技もなんて言うんでしょうね、1回ギブアップ取ればこういう技で自信つくし、はい、あのいけるんですが、ギブアップ取ったこともない技っていうのはなかなか決まらないそうです。諦めちゃうらしいんですよ。なるほどね、その技でその勝利を取るという感覚自体がないですからね、しかしそれでも諦めることなくグイグイグイとスリーパーで締め上げる、さすがにこれ長時間締め上げられると当然スタミナを消耗いたします。飛びつくようにサードロープに手を伸ばしました。チャンピオンのセラリサ、ここはあのチャンピオンのナルミア攻め込まれている展開。胸付け八丁のところですが、お互い
おお、連打。うーっと。今もね、味方によってはパートナーのチェリー選手の熟度のドーンをね、内藤選手が使ったということになりますけどもね。さあ、攻め疲れもちょっとそろそろ出てくるんですね。そうですね、戦前言われた通り長引くとチャンピオンチームは有利という言われておりましたので、あーやばい、後半になってからのスタミナがどうか内藤メアリー。これはブレーンバスターか、ブレーンバスターに行った。そしてあーでもちょっと返す力が弱くなってますね、弱かったですね。そして返されたナミアも今のが返されるかという表情を一瞬見せました。コーナーにはセーラーがダイビングダブルにホールに行かず、おお、おお、二人で、ああ、これは、おお、どうだ、おお、慌ててカットに入りましたね。選手はよく気づきましたね。本当ですね。ちょっとまずかったですよ今の。今のカット入った方は、ま、あのスリー入ってましたよね。おお、このKESのミスでキラーボムですね。最近この二人使うようになる。なるほど。で再びアルゼンチンバックブリーカーから、ああユルネバ、これはスリー、ナイトメアリ返せずですね。さっきのあの切り返したところが勝負どころだったと思うんですけど、でしたよねあれね、あれは本当セラ選手の好判断です。いや本当一瞬の判断がやっぱり勝敗を全く別の方向に持ってきますね。まあ、そこがでもやっぱりベルトをねここまで守り続けてきてるってことだと思いますし、いやー、ナイトメアリ執念を見せたんですがそれでも取れないベルト、まあでもなんかどうだろう、あのレスラーデビューしてね、はい、一番多分きつい試合受けだったと思うんですけど、一番が経験できたっていうのはなんか良かったかなというような気もしますが、ギリギリのところでお互いにベルトを巻いて勝ちなのに応援してます。チャンピオンチーム7度目の防衛成功、ね、これもハイペースですよ ねさあこのチーム次は後楽園年内にもう1回ぐらい後楽園もありますんで、はい、防衛戦あると思うんですが、どういうチームが名乗りを上げてくるのか、他のところパッと思い浮かぶようなところのねチームはない。でもなんかあの筑紫くるみ優香の絡みの中から、はい、とかいうのはちょっと見てみたいな気がしますね。まあ、盤石の防衛を果たしましたセラリーさん、ナルミヤマキ7度目の防衛に成功、インターナショナルリボンタック選手権試合でございました。さあ須山さん、メインですよ、はい。さあこれは、まあタイトルマッチって常にねやっぱ勝ち負け見えにくい勝負なんですけど、はい、本当に分かんないですね。30分一本勝負、初めに行われる挑戦者日向葵選手の入場です。第6試合 ICT クロスインフィニティ選手権試合30分一本勝負、チャレンジャーの木月葵が入場してまいります。インフィニティになって30分になったんですよ、僕ちょっとあの気づかなかったんですが、このタイトルって、はい、あの時間切れ引き分けだと王座剥奪なんですけど、そうですね、前は確か20分だったと思うんですけど、さあ黒を基調としたコスチュームで入場してまいりましたね。続いて赤コーナーにチャンピオン藤本司選手の入場です。さあ第18代王者9度目の防衛戦に臨みます藤本司、昨年の7月14日に筑紫からダッシュして以来ずっと防衛を重ねているという、ね、はい、
なかなか今のこういろんな団体の女子のタイトルってのは短期間で比較でね、はい、1年以上って本当なかなかないですから。ないですよね、うん、8度目の防衛は同じこの横浜ラジアントホールで7月21日に、新田猫を相手に防衛に成功しております。だからちょっと表情が硬いですね。硬いですね、普段はもうちょっとニコニコしながら入ってくるんですけれども、はい、試合に先立ちまして、チャンピオン藤本司選手よりチャンピオンベルトの返還でございます。今後のアイスリボンの流れを左右するタイトルマッチ。考えてみるとね、あのガトークーニャンでデビューしたのって木月選手だけなんですよ、今のアイス。藤本選手もガトー、アイスになってですね、アイスになってからですからね、うん、ということはキャリア的にはもう一番長いですね、はい。キズキ選手の場合、その途中でね、長期欠場が何度もありましたので、挑戦者ハッピーメーカーキズキ葵コールされました。おっと動きませんね、不動のままです。どういう顔してるの。これに対してチャンピオンリング中央でコールに応えます。藤本司、さあ現在のアイスリボンの本当象徴的存在である藤本司、うん、はい、で青井選手って、はい、まあ、あえて名前出せば桜恵美選手がいた頃の時代の匂いを残してる選手なんです。あ、そうですよね、多分一番残してる選手ですね、うん、だから藤本選手にしてみると自分らがこう気づいてきたものを戻されるんじゃないかみたいな、はい、なんか危機感というか共感みたいな、青井選手が実際そうしようとしているのかどうかは別にして、はい、あのそういう危機感とか恐怖感を持ってるかもしれないですね。さあ開始のゴングになりました。本日の名イベント第6試合 IC クロスインフィニティ選手権試合、両者動きません、うん、はあ、これに対し満員のお客様も固唾を飲んで見守っている状況です。試合時間は30分一本勝負です。どっちが先に、どっちが先に何を仕掛けるかですね。ロックアップから行くのか、ロックアップから行った、正面から組み合いました両者。こうしてみるとやっぱり青井選手はでかいですね、はい、どうなんですか、そのパワーとしてはどちらが上回ると思います、須山さん。これはね、あの藤本選手と細い割には力強いらしいんですよね。ほう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 、見かけだけでは判断しちゃいけないということですね。だからあの藤本選手って結構あの打ち合いになっても一回り大きい相手と五分に打ち合えるんですよね、はい、さあロックアップからお互いリストを取り、ハンマーロック合戦、そこからヘッドロック、うん、さあこれを切り返す木月、再び、いやハンマーには行かずバックを取りましたね。グラウンドに行きますね。これをさらに切り返す藤本、さあ切り返し合戦だぞ。バックの取り合い、バックの取り合い、目まぐるしく入れ替わる、はい、いや回転体になりましたね、うん、これはやはり動きつつも相手の出方を伺っている段階ですかね。あとまあ今日のコンディションですね、うん、まあね、宿願だったこのチャレンジですから、やっぱり気づきあるコンディション万全のはと思いたいですけどね。見てるとちょっと絞ってると思います。ほう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 、さあまずは蹴りを見合ったな藤本が先、さあカーボールキック、キロが多分落としてるんじゃないですか、ちょっと細く見えますね、はい、これはスタミナと動き重視ということですね。ですね、スリーパーホールドからうつ伏せ寝かせて横足、足を取りに行きました。さあ足を畳んでいきます。さらに腕、あ、これ両腕、彼女特有の固め方ですね。これ自体ではギブアップは取れないんですが、はい、相手は嫌ですね。嫌でしょうね、うん、がんじがらめ状態です、動きを封じられている状態。
それを脱出戦と試みる木月葵。しかし藤本が必要に絡んでいきます。そしてヘッドロックに行こう、うん、フェイスロックですね。これは足を伸ばします。思ったより効いてたようですね、はい、意地を張ることなく早いうちにロープに足を伸ばし、うん、ダメージを最小限に食い止めました。ここから蹴り合いになってる。バットショットの打ち合いから顎のあたりにニーを落として、うん、ちょっとやっぱ青井選手が普段とあまりに違うテンションとか、はい、無駄が全くない今日の攻めですよね。うん、青井選手のそういう普段の試合っていうのは、はい、よくも悪くも無駄というか、はい、あのなんて言うんでしょうね、不条理な動きとか多いんですが、はい、逆にこんだけ全く無駄を排した動きをしてくる木月葵っていうのは藤本選手からしてみるとなんか嫌じゃないですか、ね、嫌でしょうね、知らない部分でしょうからね、エースクラッシャーに持ってったポーズを取りながらのフォールですが、なんとワンで肩を上げます。この辺は意地でしょう。ここの流れは王者チームが優位で取りますが、側転してクロスボディ、大きく体を広げてのクロスボディ、もう一発、3発目に行きました。これも数食えばね、はい、一発一発はそんなに大きなダメージ食わせじゃないですけど、はい、なんだ、足を取りに行きました。レッグスプレッド息癖にして、さあボーアンドアローですかね、弓矢固め、さあグイグイグイと顎のあたりを締める、うん、そして脚力で跳ね飛ばし次なる技を狙います。場外ですね、場外ですね。どうなんですか、木月選手が自ら場外していくあんまりないですよ、うん、あのまあお客さんを明かすための手段として場外連れていくことあるんですけど、はい、なんだ、回る、あ、すまきだ、これはよくやります。ほうほうほう、あの場外マットに相手を巻きつけて、はい、動けなくしてリングアウト勝ちを。ただこれリングアウトないですから。あ、なるほど、はい、アイスはリングアウトないんで、この動けない状態で例えばあの上から攻撃したりとか、あで気持ち的に嫌でしょう、やっぱチャンピオンが、まあ、そうでしょうね、いい晒し物ですから、晒し物ですよね。昔あの坪源氏が新崎人生にあれでリングアウト負けしてましたけどね、はい、いやでもあのあなんだ、なんか持ってますか、いや持ってないですね、はい、はい、場外をヘッドロックで蹂躙いたします。そしてエプロンの角っこに頭を当てました。ちょっと荒々しいファイトが先ほどから続いておりますね。これもなんか藤本選手的に嫌ですよね、うん、そしてリング内に入れます。場外戦で優位に立った木月葵はボディースラムからコーナーに飛び乗り転倒、早いですね、早いですね、間を置きません。セカンドから行ったのももうこれ一発で取ろうというよりはもうとにかく確実に当ててあのダメージを奪ってやろうという感じじゃないですかね、はい、まあ、本当ね先ほどからその遊びがないっていうねあのお話が出てます。要は本当勝負のに徹してるとですね、はい、まあ、タイトルマッチですからね。おっとっとっと、バックブリーカーになっておりますね。これも彼女があの割と若い頃というかデビューした頃から使ってる、はい、まあ、ジャイアントバックブリーカーです。ジャイアントバックブリーカーですよね。それにしても反っている、うん、藤本選手は、ね、意外と体硬いんですよ。ほう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 、だからこういうじわじわと痛める技っていうのは、はい、あの見た目よりも効くと思います。それは分かってやってるんでしょうね、やっぱあの技を、まあ、ずっとやっぱり同じ団体いればね、うん、あのそういう力が強いとか体が柔らかいというのは分かってますから、うんうんうん、長くおな、時を同じくしてるものほどやっぱり相手を知り尽くしててやりづらいところあると思いま す, です、ね、スタンドに戻り、うん、エルボー合戦に行ってる、うん、おー、このタルトロップキック、
そしてすぐクロスペースに行きます、はいはい、ここでは早かった藤本司さん。さあクロスペース、クロスペース、はい、右腕をロックしたままフェイスロックに行っております藤本司さん。これはたまらず木月葵がロープを求めます。結構距離ありますね。しかしグイッと反る。これで藤本の体重が腰のあたりに乗ると気づきアウトしたら出してしづらい。しかしなんとか左足をサードロップに伸ばしました。あの辺は視界に入ってないところなんで勘で伸ばすしかないですよね。トップロープに固定した。これは何を狙う？豊田選手張りの、うん、ドロップキック。ガラ空きとなった背中にドロップキック。そしてコーナーに登ります。ミサイルキックか。ようやくなんか藤本選手のターンが来たって感じですね、はい、ミサイルキック。吹っ飛んだ気づき青い。あーおー、カウンターのクロスボディ今日4発目ですね。これはでも本当にカウンターで不意をついたので、はい、セカンドロックのダイビングラリアット。今ね、あの藤本選手が自分の方に流れ変えるかと思われた矢先に逆襲に転じましたね。渡さないですね。渡さないですね。今度は藤本が木月葵を止めてデッドリードライブ。さあ殺人投げ。さあカーボールキック2発3発、そして前方から受け、うん、これも左肩上げましたが、やはりその後に、ほう、これは極楽固めでよろしいですか。極楽固めですね、はい、新崎人生の極楽固めを出しました藤本司。これも絞り上げる技です。先ほどのクロスペース、そしてこの極楽固め。さあ木月葵を極楽浄土へ導くか。これも逃げづらい技ですよね、はい、一回入ると。どうなんでしょう、藤野選手の表情を見た限りだとちょっとスタミナが消耗してるんで、ちょっと絞るのにちょっと力、ああしかし何とか持ってきましたね。しんどそうな表情で絞ってますもんね。やはり一発一発が効いてるのかもしれないですね。あとやっぱりなんか緊張感っていうんですかね、こう、はい、相手の動きが読めない部分での気の抜けなさみたいな。あーローリングめくるかですかね。はい、ローリングネックバリカ、シャリマティですね。カウント2。さあ、お互い。さあ、これ、ビーナスシュートを。狙ったが、かわされた。読んでました。読んでおりました、木月葵。さすがに今のは食らえない。ん？あーと、ガラ空きになった、村井谷。あ、おっと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 、何を狙ったか、コードブレーカーか何かを狙ったんでしょうか。これを止めた形になってますね。しかしこれ締めてますね、はい、首を持って前方に折り上げて今フロントネックロックに入りました、ね、はい、さあ藤井ジュニアハヤトの KID の状態からフロントネックロック。これは初めて見ますね、彼女がこういう場面で使うっていう。あの首を持たれたの前方にあのおられるのってあれ厳しいですよね。あれ総合でも見ますけどね。あれで、もう落ちちゃう、まあ、よりフィニッシュになりやすいわけですから、はい、青井選手も不意を突かれたんじゃないですかね。なんとかロープ逃げました。さあ攻めるか、攻める、おお、ジャンピングラリアット、そしてダブルミスターアームサルト、いいブリッジ、しかしカウント2。すぐさま校内登ります。先頭か。ゆずきあおが旋回式。旋回式ダイビングブリプリス。これもカウント2。ここ最近彼女はこの技での、はい、あのフォールが一番多かったんですか、ね。なるほど。しかしそれをクリアされてしまいました。次なる技があるのかどうか。ゆずきあおいチャンスであります。ここは勝機であります。このまま攻め込めば勝利が転がり込んでくるが。次が。うん、違う。前方に回って回転見方ね。
リーナスクラッチみたいな感じだ。はい、しかしちょっと崩れておりましたね。先に立ち上がったのは気づきの方、追走式のどうどうだ、あーやーっとた、スカドラになったがこれを潰され、さらに切り返す、これもカウント2。スカドラみたいな技をちょっと今決めれなかった、はい、あーこれは勝利を奪った、次のため、おー、あー、あー悪夢再現となるかと思ったけど、同じ手は二度食わなかったですね、ですね、スカさん、はい、しました。不意をつく技ってのは二度は決まんないですね。なるほど、しかし追い込まれております、チャンピオン追い込まれております。ここが正気のチャレンジャー、これは様子を伺っている場合ではない、ここはもう攻め込むしかないでしょう。エルボー合戦、おかわして、おお二度手が待ってた、そしてサッカーボールキック PK、カウントワンで返す、もう一度ダッシュし、もう一発、いやー返しますね。そしてこう返された時にガクッと来るか来ないか、さあ今度こそあのビーナスシュート、ビーナスシュートヒットした、グラつく気づき、そしてスカートとつかんだ、さあまずめつなげた、おお、いや投げっぱなしじゃなくて、本当こういうことだと思うんですよね。はい、いやいやいや、今スカドーラ来たとよく切り返しましたね。しかし彼女にとっては本当勝負どころだったんですよね。相当遠くに投げっぱなしでしたね。あの今よく投げっぱなしアーマンって要するにブリッジしない、最後クラッチ切るの全部投げっぱなしアーマンって言いますけど、いやこんだけ投げて本当の投げっぱなしアーマンですよ本当に、はい、ほぼ同時に立ち上がった王者と挑戦者、しかし王者が片膝をついたぞです、ね、これダメージは、あ、ジャガースプレックス、はい、しかしこれを切り返し裏側ホイップコーナーに、こっちでも岸田氏のドロップキックだ。おたけびを上げた藤本司さん、もう一発、いやしかし、おお、そして終わるな、最後は、ああ、カット、入らない、入らない、スリー入らない、いやまんまた来ますよ、お、もう一回行ったスカドーラ、入らない、リッツ入らない、さあこれでちょっと藤本選手としてはキャンバスを叩いた藤本、悔しがっておりますが、次の手があるのか、エンズイもう一回ビーナスシュートですね、うん、決まった、これも決まった、ヒットした、一発目よりクリーンヒットしてますね、どうだ、スリー、うーん、あのスカドーラを返された後によくね、その後持ち直しました本当に、さあそこ精神的にガクってきますよね。いや、そう、もう絶対これでもう先はないぞぐらいのつもりで、あの出した技だったと思うんですけども、すいません、これがやっぱり今まで8度防衛してる人間のやっぱり経験値ですかね。やっぱりね、その勝ち負けのその勝たなきゃいけない試合で勝って勝つということを積み重ねてきた、やっぱり選手のアドバンテージだったんでしょうね。もしかするとこれが初防衛戦だったらそこまで頭が働かなかったかもしれない。見ながら思ってましたね、あの初防衛戦だあたりだったら今日の青井選手だったら多分行かれてたような気がしますね。藤本さん、司さん大苦戦でしたが9度目の防衛に成功、最後はビーナスシュート。いや、1回返された技を、ね、2回使うのって嫌だったと思うんですよ、怖かったと思うし、そうでしょう、返されるリスクもありますからね、いやー、瀬山さん気づきは取れませんでした、いやー残念でしたけど、でもさあこの後ですよね、彼女が、はい、元に戻るのかこれを続けるのか、でやっぱ変えたいっていう気持ちが本当にあるんだったら、はい、僕は今回では諦めちゃダメだと思うんです。そうですね、あのアイスをその自分の形に変えたいんだったら、3度目のタイトル挑戦またしても取れず、両手で9を作りました藤本司。さあこれで多分後楽園で10回目ですね。そうなりますね、おそらく、うん、
1ヶ月ちょっと後だから指名しますかね。勝ちました、勝てました。自分はこの IC クロスインフィニティのベルト、去年の7月からずっと巻いてます。自分しか巻いてないこのベルト、負けることを望まれるくらい憎たらしくて強いチャンピオンになります。そして日付は追い倒して今次の ICE クロスインフィニティの次期挑戦者に JWP の中島有沙を指名します。挑戦者に指名と言いましたね。藤本選手の方から中島有沙を次期挑戦者に指名すると、はい、先ほど申しました通り中島有沙選手の方も次期挑戦者に藤本選手を、はい、指名する。中島選手の方は、はい、ダブルタイトルは嫌だと。嫌だと、うん、まあ、これ普通に考えればちょっとこの後バックステージのコメント聞かなきゃ分かんないですけれども、はい、藤本選手もそれを踏まえた上で中島選手の、はい、要するに自分のベルトにいわゆる挑戦してこいと、藤本選手と、いうのを踏まえて藤本選手が中島選手を指名したんだとすれば、はい、中島選手にもダブルタイトルではなく自分の方に挑戦してこいと、で28日の後楽園が、はい、アイスと JWP が昼夜ですので、そうですね、昼の夜 JWP、 もしお互いの主張が通って、はい、お互いがじゃあ挑戦しましょうとなったら、はい、昼も夜も、はい、中島有沙対藤本司のタイトルマッチが昼夜で、要はダブルタイトルではなく一つずつのタイトルマッチが昼夜で行われる。そうですね、あまり今までないケースですよ、ね、男子でもありますよ、同じシングルがいわゆる昼夜 で、 で同じ選手で争う、同じ選手でないでしょう、多分ないですよね、ということでどうなるかですね、これ ね、 ですね、はい、そして木月葵選手ですが、最後ちょっと便利なんじゃが、うん、まあやっぱ多分本当に久しぶりに新人とか、はい、そのいわゆるジュニアのベルトを争ってた頃以来ぐらいに、はい、悔しく負けて悔しかったんでしょうね。まあそうですよね、ましてやそこまで追い込んで、うん、何かが一歩違ってたのかと今頃ベルト取ってたかもしれないですよ、ね、だけど今手元にあるとはない。そうなんです。であとやっぱり
そのさっきも言ったようにギリギリのところで一歩やっぱり劣ってる自分っていうのが、はい、どうなん、まあ、分かんないですけど人の気持ちってのは、はい、余計に悔しかったのかもしれないですね。ね、まあ、その悔しさがね本当ね先ほども出ましたけど次につながる、ね、はい、ことをね期待するばかりでございますね。まあね3度目ですからまだ3度目です。まだ挑戦するね、はい、機会はあると思われます。それはさあ今は恒例のねお客様との握手の、時間になっております。いやこの藤本司さん対中島有紗実現したらシェフさんこれどうなっちゃいますかね。これねいやーだタイプも全く違うあんま絡んでないですよね。2回か3回ぐらいしか絡んでないんで、はい、でお互いのベルトに挑戦者としてお互いが挑戦するとなると、はい、渋谷でやっぱ戦い方も考えなきゃいけませんよね。なりますよね、うん、まあまあまだそうなるかどうか分かんないんですけど、はい、さらに藤本選手に関しては、はい、アイスのインフィニティのベルトっていうのは、はい、時間切れ引き分けは剥奪ですからね、はい、それもやっぱり必ず勝たなきゃいけないんですよこのベルトって守るためには、まあね、ただゾンビのような中島有紗からこうどうやってあ簡単にやっぱり3つ取れるスペースじゃないんで。中島有紗はゾンビですか。いや多分その打たれ強さで勝ってきてるよ。3つ取られないギブアップしないってところで、はい、普通だと勝てないような選手に勝ってきてる選手なので、はい、どうまあ、あと単純にこう初めて見るものですよね、ジュニアの同じカードで、ね、まあ、それもこう通して見るとどういうものなんだろうっていうのは、もし実現すれば、はい、なんか、すごい興味ありますよね。そうですね、まあ、あとはやはりその、次期挑戦者にタバッタの選手を指名したこと、アイスリボンの選手がどう思うかですね。特にこう、タッグ王者チーム、はい、ドットスタッフの成宮選手、世良選手あたりが、はい、次は自分だっていう気持ちもあっただろうだけに、うん、まあ、そういう、まあ、ちょっともうこの一月ね、はい、なんかもう一あれありそうですね。そうですね。さあ選手の皆さんのダイビングに戻ってまいりました。今日もたくさんの記念日がありました。私とドットスタッフが防衛した記念日まさかの翔雲さんがベルトを取ってしまった記念日ふみこがこけた記念日そしてゆきひまやがデビューした記念日試合通して印象残った選手どなたになりますか。まあやっぱり今日デビューした、はい、マヤ選手、結城マヤ選手、はい、池比マヤ選手、はい、多分一つの柱になってくると思いますね。アイスでも専業でやってくプロレス専業でやってく選手なので、はい、やっぱりまあ怪我さえなければ、はい、どんどん試合経験積めばどんどん良くなってくと思いますし、はい、あとまあやっぱりそのミドルティーン勢の充実ぶりだからやっぱアイスって、はい、普通ねシングルのチャンピオンが7回防衛あ9回でタッグのチャンピオンが7回
どっか停滞するんですよ、こんだけチャンピオン同じ状態が続くと、あんまりそういう停滞が見えないので、そうですね、うん、それはすごいことだと思いますよ。はい、そんな、全6試合でございました、はい、それでは、アンケートできそうですか。はい、本日全6試合の中から皆様にベストバウトを決めていただきたいと思います。第1試合から第6試合までどれも全くカラーも違う6試合が並びましたね。難しいですね。はい、じゃあちょっと須山さんどっか入れてくださいよ、この6つのうち。やっぱり僕は割と硬いから、あ、すいません、俺は硬い、すいません、まるで溶岩のように凝り固まった。いや俺は硬いもん、はい、だってあのリーグ戦とか K1 とかの優勝予想もむちゃくちゃ硬い、むちゃくちゃ硬い、硬い、受け狙いで絶対優勝しないってお前金かけるかって言われたら、かけないようなこと、かけないような選手を書く人いるじゃん、はい、僕は絶対そんなことしない、はい、後ほどあの数字が出てから須山さんがどの試合に入れたかを皆様に明かしたいと思います。はいはい、全6試合のうちどれがベストバウトになるかというね、第1試合は2カウントルールの妙義がございました。そして第2試合が、デビュー戦、そして中川智香選手の、アイスリボンラストマッチになりました。そして、第3試合、こちらが、トライアングル、はい、王座移動でございます。第4試合、まあ、本当ねシングルとして非常に素晴らしい試合を見せた2人だったと思いますね、うん、第4試合ね、久美選手、優香選手、そして第5試合が、インターナショナルリボンタック選手権試合、そしてメインイベントがシングルの防衛戦ということでね。コメントの量がすごいね、これコメントの量すごいです ね、今日数はねちょっと惜しくも、はい、あの前回ほどはいかなかったんですけど前回があれ異常だったんです。異常だよ、はい、だからやっぱおかしいもんだってあれを基準にして してしまうとですね、いろいろだ多分その日の、はい、なんか大会日程とか、はい、いろんななんか巡り合わせの中で、はい、あの数字ってのはあったと思うんですよね。はい、はい、それでは見てみましょう、皆様が選びました本日のベストバートはこちらです。はい、68.3% メイン、はい、須山さんもメインに入れましたね、はい、そして2位がくるみ対優香、まあいいことですねこういう試合が、はい、さらに3位が、はい、デビュー戦ですね、はい、おこれは検討したと言っていいんじゃないですか、ね、これはね割とでも割れてます、まあ、第3試合だからちょっと少ないけど割と割れてますよね。超石流さん、ベルト取っても 0.8% これ結果がハッピーエンドじゃなかったっていうことそっかそっか結果がハッピーエンドじゃなかったから 0.8 なんですね、はい、ということで、リコプロ視聴者の、皆様が選びました、アイスリボ横浜大会のベストバートはメイメと藤本司対木月葵でございました。